4回ジャパン X ボールです。今年は新型コロナウイルスの影響で日程が大幅に短縮、選手、コーチ、関係者が限られた時間の中で準備を進めてきました。富士通フロンティアーズ、史上初5連覇を目指します。一方、オービックシーガルズ、過去最多9回目の優勝を目指します。ジャパン X ボール、舞台はここ東京ドームです。 JXB では4年ぶりの対戦、その時は富士通フロンティアーズが勝って、それから連覇が続いています。今日解説はアサヒビールシルバースターヘッドコーチの有馬隼人さん、インタビューリポートは澤田彩香アナウンサー、実況は私大井の担当です。有馬さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は新型コロナウイルスの影響でチーム、選手、さまざまな対策を行ってきました。選手はヘルメット、マウスガードを着用、それからコーチはスタッフ、これはマスクを着用してサイドラインに立ちます。観客はおよそ 25% の1万人、お客さんも声を出さずに適当な距離を保ちながら観戦ということになっています。改めて解説はシルバースターヘッドコーチの有馬隼人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4年ぶりの対戦になりました。見どころはどんなところでしょうか。富士通の方はですね、連覇が続いているということで、連覇が続いている時ってやっぱり負けたくないという気持ちは非常に強くなりますよね、はい。対するオービックの方は久しぶりにこの舞台に上がってきましたので、若い選手も含めて新戦力が非常にこう活躍が目立つシーズンになってます。短いシーズンではありましたが、勢いのあるチームが、はい、できましたよね、はい。まずは富士通フロンティアーズを紹介していきましょう。8年連続の出場ということになりました。有馬さん、この富士通の強さ、象徴どんなところでしょうか。ここまで3連勝ですが、はい、まあ、3勝0敗というのは順当な結果だとは言えますけれども、やはり準備をする時間が少なかった中で、 X リーグの中でもずば抜けてチームの仕上がりが早かったのがこの富士通だなという印象が今シーズンありました、はい。中でもやはり有馬さん、2人の外国人選手は注目ですね、はい。今映っていますこのグラント選手29番、そしてクォーターバック3番のバードソン選手ですね。この2人の破壊力はやはり脅威ですね、はい。こちらサマジー・グラント選手、去年のこのジャパン X ボールでも大活躍しましたね、はい。まあ、フィールド縦横自由にこう走り回るんですけれども、まあ、時々こうやって空中も使うというね、はい、まあ、まさに変幻自在、一人ではなかなかタックルで捕まえることができない選手ですね。このランに一つ注目、そしてクォーターバックバードソン選手、はい。まあ、こちらはクォーターバックではあるんですけれども、まあ、ご覧のように後ろから追いかけてくるディフェンスの選手よりもはるかに大きいという、はい、規格外のサイズを持っています。で、走り出したらこうやってブルドーザーのようにどんどん人を吹き飛ばしていくという、ね、強さを持ってますので、グラント、そしてバードソン、この2人のランが止まらない限りはもう富士通がかなり有利な試合展開になりますね。まあ、去年はこのバードソン選手はアキレス腱の断裂という大怪我で、このジャパン X ボール出場になりませんでした。強い気持ちも持ってるでしょうね。まあ、去年は高木選手が、ね、チームを勝たせたというのがありました、はい。今年こそまた自分の力だという気持ちは、かなり大きく持ってるでしょうね。さあ、一方の今度はオービックシーガルズも展望していきましょう。4年ぶりの出場ということになります。富士通フロンティアーズのオフェンスを止めるには、はい、ディフェンスラインの力が必要ですね、はい。このパナソニック戦も少し苦戦はしましたが、このジャパン X ボールに駒を進めてきました。出ました、はい、X の壁。そうですね、ディフェンスラインが非常に強いというのがオービックシーガルズの特徴なんですね。ディフェンスの1列目の選手、特にこの68番の清家選手はリーグでも最も、当たりが強い、前々の当たりですね、ヒットが強いという選手ですね。まあ、この選手がこうして壁を作ることによって真ん中を走らせないというのが一つのポイントになりますね、はい。そして同じポジションですけども、33番の中里選手、まあ、この選手も清家選手と同じように力はあります。そして走って追いかけて、ボールを持っている選手を捕まえるという能力もありますね。まあ、この2人を中心にディフェンスラインの真ん中の壁をしっかり作ることによって、スピードのあるディフェンスで、相手の攻撃を止めていく、機能させないというのが大切ですね、はい。まあ、富士通フロンティアーズのオフェンスライン、これ日本代表クラスですから、このオフェンスラインとディフェンスラインの勝負、このあたりも
注目ですね。今日一番の見どころはこのオービックのディフェンスライン、そして日本一強いと言われている富士通のオフェンスライン、ここのライン勝負ですね。はい、まもなくキックオフを迎えます。社会人日本一を争います第34回ジャパン X ボールです。コイントスはオービックが勝って後半をチョイスしました。ですからこの前半はオービックが蹴り込んで富士通フロンティアーズのオフェンスということになります。今年は新型コロナウイルスの影響でお客さんも声を出すことができません。お聞きのように手拍子。さあ、オービックシーガルズのキックオフです。さあ、今年のジャパン X ボールが始まりました。まず富士通フロンティアーズ吉本純平のリターン、20ヤードを超えていきました。自陣の23ヤード付近からターン3点です。さあ、改めて有馬さん、はい、富士通のオフェンス最初のシリーズですね。はい、どんなところを注目しましょうか。まあ、富士通のオフェンスはもうどこからでも攻めることができるという多彩なオフェンスですね。はい、そしてもちろんこの29番のランニングバックサマージー選手、そしてマイケル・バードソンのクォーターバックのラン、この2つは注目なんですが、バードソンのパッシング もう年々精度が上がってますので、なかなかディフェンスは的が絞りにくいですね。はい、オフェンスラインはもう日本代表クラスがずらっと揃っています。このグラントのラン、スティフアーム切り上がります。まだ止まらない。ファースタン更新、最初の攻撃でまずグラントらしさが出ました。有馬さん、はい、グラント選手がボールを持って真ん中へ行ったんですけれども、真ん中はこのディフェンスラインが壁を作っているので、はい、外へ逃げるわけですね。でこのグラント選手が外に展開したときにディフェンスの他の選手が集まってきてタックルするというのが今日のポイントですが、今のところまだ集まれてないですね。さあ、自陣の34ヤードからファースト3点です。1人モーション、ここはバードソンのラン、中央7ヤードほどのゲインです。あ、有馬さん、見どころに挙げたグラント、そしてクォーターバックのバードソンも走ってきました。そうですね、今度はランニングバックに渡すふりをしてクォーターバックがまっすぐ走るというランですね。まあ、2人が走力があるということで、どちらも見なければいけないというのはオービックのディフェンスは辛いですね。そうですね。セカンドスリーショットガン、ここはパスが通ります。ここもファースト更新、ランニングバック、クォーターバックのランの後、今度は22番の岩松にパスを通しました。富士通フロンティアーズです。テンポよく、これで3プレーで2回のファーストダウンを更新しています。アメリカンフットボールは4回の攻撃で10ヤードを超えますとファーストダウンを更新、また4回攻撃することができます。ここはパス、プレッシャーかかったか、吉本純平、ここはそれほどゲインはありません。 2,3 ヤードです。今有馬さん、だいぶオービックのディフェンスラインが漏れてきたように見えましたが、プレッシャーかけてるんですね。先ほどのプレーもそうでしたが、この23番のバイロン・ビーティ選手を外側に広げてパスラッシュさせて、で反対側から今中里選手がクォーターバックに到達しましたよね。はい、少しずつプレッシャーかかり始めてます。ここはフロント4人、前がかり4人というオービックの守備、中にブリッツを入れてクロスで中に入ってきてクォーターバックサックですが、ここはパスパイ、あ、バードソンもよく投げました。はい、あわやく、あっと、ここでイエローフラッグが出ました。反則を表しています、イエローフラッグ、かなり遅れて出ました。あわやく、クォーターバックサックというところでした。そうですね、はい、クォーターバック倒されそうになった時にパスを投げ捨てたんですけれども、その先に味方のターゲットがいなかったのではないかという、インテンショナルグラウンディングの反則はありませんでした。パスはニュートラルゾーンを越えていて、クォーターバックはタックルボックスの外から投げていました。次はサードラウンドです。なるほど、はい、今のはレシーバーがいないところに故意に投げて、まあ、そうであればインテンショナルグラウンディングという反則になるんですが、それはなかったという説明ですね。はい、まあ、クォーターバックが少し外側、今タックルボックスという審判の言葉ありましたけど、はい、少し外側に逃げ出していた場合はターゲットがいなかったとしてもですね、反則適用されないというルールがありますが、少し難しいので初心者の方はあまり気にしなくて大丈夫です。さあ、一
1つダウンが増えてサーダンセブン、サーダンロングというシチュエーション。富士通ここを更新できるか。投げたファーストダウンギリギリ微妙というところ。81番の中村照明クラークです。まだチェーンは動きません。有馬さん、これかなり微妙なところでフォースダウンということになりました。少しこれは残ったんですね、フォースダウンですね。行きますね。敵陣に入ってきたところ、ここはフォースダウンギャンブル。タイムアウト富士通です。まだ最初のシリーズ、はい、これフォースダウンギャンブル行くかどうかというところでタイムアウトを取りました。これあの中村クラーク選手がパスを取って前に倒れまして、はい、それでファーストダウンが獲得できているというふうに富士通側のベンチは判断してオフェンスを続けていたんですが、フォースダウンでわずかな距離が残ったということで、タイムアウトを思わず取ってしまったというシーンですね。あ、なるほど。今映っているのが山本陽ヘッドコーチ、後ろは信原ディフェンスコーディネーターです。これどうでしょう有馬さん、これタイムアウト明けフォースダウンでギャンブル行きますかね。ギャンブルに行く前にあのビデオ判定をお願いしてもいいかもしれませんね、はい、あのボールが置かれている場所より少し前に中村選手がボールを持っていった可能性がありますので、うん、どうせタイムアウトを取るのであればビデオ判定をお願いして、でビデオ判定で判定が覆らなかった場合もタイムアウトを使うことになりますが、同じ話なんでね。なるほど、はい、フォースダウン1という今の状況です。第1クォーターまだ試合は始まったばかり、富士通の最初のシリーズです。パントチームが入りますね。今パントチームが出てきました。39番のパンターの吉田元基、これ、迷ってというところもありますかね、うん、試合の序盤ではありますが。そうですね、フォースダウンギャンブルはしませんでした富士通フロンティアーズ。オービックとしてはここ最初のシリーズはパントということになりそうです。短め、ここはリターンの意思を示しませんでした。フェアキャッチ。オービックシーガルズ背番号7の池井です。有馬さん、はい、富士通フロンティアーズの最初のこのドライブはどうご覧になりましたか。オービックシーガルズのディフェンスがしっかり踏ん張ったと見ていいですね、はい。富士通の方もいつも通りのオフェンスを展開しようとしているんですけれども、クォーターバックサックになりかけたり、最後のパスがやはりファーストダウン更新できなかったりと、少し手応えが悪い、印象の最初の攻撃だったと思いますね。さあ一方のオービックシーガルズ、最初のドライブ自陣の9ヤードからファーストダウン10です。オービックのご覧のようなスターティングメンバー、オフェンス陣ノーバックエンプティ、6レー強い、滑り込みました。これで6ヤードほどのゲインです。ターゲットは見つかりませんでしたが、その後の走力、有馬さん、はい、このロックレー選手クォーターバック、どんな特徴がありますか。パスを投げる能力、判断の速さ、正確さ、すべて X リーグトップと言ってもいいですね、はい。そして今のように走り出すと実はあのスピードに乗って独走できたりする能力もあります。なので X リーグの中でもトップ、間違いなく3本の指には入るクォーターバックですね。画面では富士通フロンティアーズのディフェンスのスターティングメンバーもご紹介しています。セカンドダウン4です。自陣の15ヤードから、今度は2に持たせます。2がオープン、ファーストダウンまで残り 2,3 ヤードです。ジミー・ロックレークォーターバックは28歳、今季野島ライズから移籍をしてきた選手です。今このボールを持ったリ・タク選手、慶応義塾大学出身の25歳です。このリ選手のパワーですね、はい、それから速さ、はい、もうリーグを代表するランニングバックですね。リ・タク選手はアメリカ、北米の、ね、プロになることを夢見て、はい、やってますんで、まだこの X リーグよりも目標が一つ上にあるわけですよね。さあサーターン2、ここはリに持たせるフェイクをして通しました。85番のハイトエンドのホールデンハク選手に通してバッタンを更新しています。このホールデンハクは長身1メートル98センチ、107キロです。クォーターバックのジミー・ロックレー選手となんと高校時代から大親友という間柄でもあります。このオービックシーガルズにこう入団するときに、ね、非常にこう入りやすかったと、仲間がいるということでそういうふうに聞いてますね、はい。
人リがランニングバックのポジション、そこから少し動きました。ここはポケットが潰れました。クォーターバック91番ディフェンスラインの才川のクォーターバックタックです。いやービッグプレーが出ました。有馬さん、はい、この才川選手は今年日本代表にも選ばれたディフェンスラインなんですね、はい、今のようにオフェンスラインでブロックされているんですけども、相手をコントロールしながら、しかもクォーターバックの動きがしっかり見えてるんですね。ジミー・ロックレイ選手が前に出てきたところを捕まえるという、ディフェンスラインも基本に忠実なプレーができてますね。1m87cm、 ただスピードがあります、この91番の才川。さあセカンダンで15ヤードかなり長い距離を残しています。オービックシーガルズピッチした。リ少しファンブルしたかったが、あまりゲインはありません。これでサーダンロングというシチュエーションを作りました。有馬さん、はい、よく選手の中にはディフェンスも、まあ、オフェンスで言えばサーダンロングを作らない、うん、ディフェンスで言うとサーダンロングを作りたい、こういう話がよく出てきますね。出てきますね。このサードダウンで今13ヤードから14ヤード残ってしまってますよね。まあ、こうなると長いパスを投げなければいけない、長いパスを投げるにはクォーターバックに時間を作らなければいけないということで、オフェンスの方はかなり苦しくなります。はい、ディフェンスはかなり有利なシチュエーションであると今考えていいですね。オービックピストルフォーメーションです。今ランニングバックが動きました。モーション、ここはロックレが走りながらパスを通して、あっとギリギリファースターには届かない。背番号7番の池井が取りましたが、ファースターには至りません。はい、今ロックレ選手も時間を作ってレシーバーを探して、自ら、ね、動いて投げたんですけれども、パスを通したところまでは見事です。ただこの富士通のタックルですね、はい、34番セーフティーの日田選手、大ベテランの日田選手がこのファーストダウンを与えないタックルで今相手のシリーズを止めたということですね。35歳になりました日田のナイスタックルがありました。パントフォーメーションです。8番の長尾が出てきています。オービック、これで3アンダーアウトということになりました。富士通もあフェアキャッチはしません。富士通フロンティアーズ、そしてオービックシーガルズ、ともに最初のシリーズはパントということになりました。有馬さん、はい、この社会人日本一を争うジャパンボール、非常に堅い立ち上がりになりましたね。両チームの攻撃なんですけども、普段と違ったことはやらずに、はい、自分たちのいつものオフェンスをやってみようというところから入ったように見えますよね。この後どういう仕掛けを お互いが持っているかというのは楽しみです。まあ、最初のシリーズで様子を見て、その後いわゆるアジャスト、どう順応していくのか、そのあたりも楽しみです。ここはグラントに入れずにパス、9ヤードほどゲインです。あ、ここでまたイエローフラッグが出ました。22番は上松です。去年のジャパン X ボールではグラント選手がファンブルしたボールをエンドゾーンで抑えてタッチダウンということがありました。この岩松です。はい、この岩松選手は日本大学出身なんですけども、はい、学生時代から本当にボールに強いといいますか、飛んできたボールは絶対に落とさない、うん、そして今お話あったようにボールのあるところになぜかいるというね、まあ、そういった強運も持っている気持ちの強い選手ですね。パスインターフェランス、ディフェンス16番、ディフェンスのパスインターフェランス、反則点でオートマチックファーストダウン。岩松に対して、あ、背番号16番の選手三宅が行ったんですが、パスインターフェアを取られました。まあ、今岩松選手がパスを取ったんですけれども、その三宅選手が先にぶつかってしまっていたということなんですよね。素早いタックルとパスインターフェアというのは紙一重です、はい、0.0 何秒の世界ですから、ちょっとこう今のはしょうがない反則なのかなという気もしますね。さあ、これでファースタン10ということになります。画面ではファースタン2になっていますか。ファースタン10、ピストルフォーメーション、ここもバードソンパス、グラント空いてる、ナイスディフェンス。14番藤本、素晴らしいパスディフェンス。あ、ただ藤本はこれインターセプトができたんではないかというふうに謝りました。ただ素晴らしいプレーが出ました。まあ、バードソン選手得意のポストというね、内側にワイドレシーバーが入ってくるパターンだったんですけど、藤本選手が完全に追いついて、はい、ボールを本当に取れそうないいカバーでしたね。12年目になりました、この藤本36歳。この藤本も
大ベテランですね。いつの間にか最年長になってしまいましたね。そうなんですね。代表経験もある藤本です。パス失敗でここは短いパス、これで6ヤードのゲインです。87番タイトエンドの水野です。ただ16番の三宅選手はね、先ほどインターフェアの反則を取られたんですけど、はい、ひるまずにあの素早いタックル続けてますね。あ、今も16番の三宅が大柄な水野に行きました。さあ残り4ヤードサーダン、ここはバードソンのラン、まだ行く、これが持ち味バードソン、ようやく倒れました。この表情です。バードソン、去年はアキレス腱の断裂でこの試合欠場となりました。いや、有馬さん、はい、また出ました。出ましたね。もう再三申し上げておりますが、ご覧の通りディフェンスのどの選手よりもこのバードソン選手が一番大きいということで、はい、1人ではタックルできませんね。24ヤードのランプレーですが、ここは85番の松井力には合いませんでした。これでセカンダウンということになります。ここは一気にクォーターバックのバードソンのランプレーで敵陣に入ってきています。敵陣の32ヤードから次がセカンダウンです。まあ、少し今シーズン苦労しているのは先ほどの中村選手へのパスが失敗で、今度松井選手へのパスも長いパスは失敗していますよね。はい、まあ、この辺のコンビネーションを合わせる練習量が少なかったということは選手たちは気にしてますよね。まあ、新型コロナウイルスの影響でシーズンが10月から始まりました。まあ、バードソンに聞いても、あの去年アキレス腱断裂の怪我があって、ボールの位置を確認します。今ボールの位置を確認しています。そのバードソンは、まあ、リハビリには当てられたんだけども、一方でやはり他の選手と合わせる時間がなかなかなかったという苦労を話しています。はい、やはりロングパスというのは投げる方取る方、あの口で言ったら分かるという世界ではないんですね。はい、遠くで本当にあの10センチ5センチの世界で位置を合わせていきますので、それは練習量が多い方が決まりやすいというふうに私も感じていますね。さあ敵陣の32ヤードからセカンダウン点です。ショットガンフォーメーション、あ、手前にレシーバーが2人重なるようにセットしています。1人漏れてきた短いパス、グラント、あ、捕まらない、一気にファーザン近く、今取ったところはロスというところで、そこからのセカンドエフォート、今のプレーです。有馬さん、はい、ここからですね、これ1人目のタックルが、ね、完全に触れなかったんですが、ここでもうちょっと時間を稼いでいると他の選手が早く集まってくるので、1人目のタックルで時間を稼ぐということをしたいですね。今ファーストダウンを更新しています。はい、敵陣の27ヤードから、失礼、22ヤードから、あー、インターセット、ビッグプレー、ブロンソン BT インターセット、これで大ビッグボール、21番ディフェンスバックブロンソン BT、 今のプレーです。はい、やはり再三短いパスは投げているんですけども、はい、オービックのカバーも早いんですよね。長いパスが決まらないので短いパスを投げたくなる、それはいつも通りオービックが近くでカバーしているとこういったトラブルが起きやすい、そのチャンスを、ね、ものにしましたね。いや、ここ富士通としてはフィールドゴールレンジで3点固いという中でこのビッグプレーが出ました。はい、これ大きいですね。大きいですね。さあオービックシーガーズのオフェンス、あ、今度はランプレーが出ます。オービックシーガーズ29番のリ・パクです。今年のカナディアンフットボールのドラフト候補にもなった選手、まあ、本人にも聞きますと来年もそのカナディアンフットボール、はい、あるいは NFL、はい、本場の NFL、 この辺りも目指すんだという話をしていました。はい、セカンドダウン、さあセカンドダウン2ヤードです。第1クォーターは残りは3分ほどになってきています。このアメリカンフットボールは4クォーター制です。ショットダウン空いている、85番のホールデンハフタイトエンドです。あ、有馬さん、はい、今日はこのタイトエンドのハフ選手をよく使ってますね。そうですね、まあ、ゾーンカバーで富士通ある程度引いてくれたんで、
このホルデンハーフ選手が比較的早くノーマークになってましたよね、はい、それを見つけてすぐに投げる、このあたりの能力というのはクォーターバックのジミー・ロックレ選手はもう一流ですから、こういったシーンが増えてくるかなというふうにも思いますね。もう真ん中付近、自陣の47ヤードからファーストアンテンです。オービックシーガルズです。両チーム最初のシリーズはパント、これが2シリーズ目。ここはリが中央ファーストダウン近くまで来ました。富士通のディフェンスの考え方ですが、はい、有馬さん、ここまではどう見ますか。今のプレーはですね、ディフェンスラインの数をたったの2人に減らしているんですね、はい、で2人だけがディフェンスラインに突っ込む、まあ、それをしっかりとウォービックのオフェンスの方は分かっていたので、もしかしたら中央のランニングプレーに、途中で変えたのかもしれませんね。あ、なるほど、はい、さあ敵陣に入ってきましたオービックシーガルズです。敵陣の44ヤードからセカンドワンです。1人モーション、81番の水野、ここは長い時間、おっと空いている空いている空いている、飛んだエンドゾーン手前、ただ素晴らしいプレーが出ました84番の西村アルト。いやー、有馬さん一気に来ました。はい、これ画面左からブリッツが入ってくるんですね。富士通2人ブリッツが入ってくるんですけれども、はい、それがちょうどたまたまと言っていいんでしょうか、右サイドにレシーバーが2人出ていくパターンで、クォーターバックが右に出ると投げやすくなったというのも運が良かったですね、はい、ここ触られていませんがダウンをしたところですので、エンドゾーンまであと間もなくあと3ヤードほど、2ヤードほどです。さあオービック先制のチャンス、リに持たせた、リが取った、タッチダウンを取りました、リ先制オービック。しかもエンドゾーン手前というところ、ワンプレーで取りました。先制オービックシーガルズ。有田さん、はい、これはどうご覧になりますか。まあ、一つ前のプレーも含めてですけども、富士通のディフェンスが相手のクォーターバックが読みにくい守備を敷こうと思いまして、はい、見かけの違うものをいくつか入れてきたんですけれども、それを見事にオービックのクォーターバックロックレー選手が読み切ってましたよね。読みですか。今回はこのオフェンス、オービックのオフェンスの干渉といいますか、このシリーズに関してはクォーターバックロックレー選手の勝ちですね、はい、最初のシリーズ3アンドアウトでしたが、2シリーズ目最後決めたのはリ・タク。オービックが先にタッチダウン先制、トライ4ポイントも山崎が決めています。7対0とオービックシーガルズが7点リードしています。あー、クォーターバックのジミー・ロックレー選手の表情も映し出されています。いや、これ有馬さん、はい、一気にこうオービックがまず序盤の流れを引き寄せたように見えますね。そうなんですよね。富士通が先制してオービックが追いかける展開というのが、まあ、一番富士通にとっては理想ですし、はい、オービックにとっては、まあ、いつものって言ったら失礼ですけども負けパターンになってしまいますので、オービックが先制するということで、大きくこれまでの流れが変えられる、ここ数年間のね、富士通戦のと違った形が作れると思っていたので、この先制点は大きいですね。富士通はこの JX3 勝てば5年連続、過去5連覇したチームはいません。その5連覇に挑む富士通が追いかける展開です。富士通フロンティアーズはリターンしませんでした。タッチバック、リターナーは吉本純平です。まあ、相手オービックシーガルズの大橋誠ヘッドコーチは富士通についてダイナスティ、王朝だという話をしていましたが、まずそこから先制したのはオービック。さあ、これから追いかける富士通の3シリーズ目ということになります。最初のシリーズはパント、2シリーズ目は相手のインターセプト、これが3シリーズ目です。山本陽ヘッドコーチが見つめます。就任2年目です。さあ、グラント、あ、ほとんどリングありません。有馬さん、かなりオービックのディフェンスが集まってますね。はい、集まりましたよね。今外側にグラント選手スピードで展開しようというプレーだったんですが、はい、
画面手前ですね、外側を守る選手が壁を作っているので、ブラント選手内側に上がらなければいけなかったんですね。この47番のところですね。そこで時間を稼いで、味方のディフェンスの選手が集まってくる、この止め方がオービックとしては理想ですね。ラインバッカー47番は高橋悟、新人です、ルーキー。ただまたうわー、もう持たせましたが、ここも早い。今行ったのはワイロン・ビーティージュニアでしょうか。23番、その前に44番ですかね、成瀬選手ですかね、これ44番がファーストタックルだとすれば成瀬選手ですね。1対1で止め切ったということになります。はい、あのランニングバックをやってた選手でディフェンスにコンバートされたんですけども、かなり強いタックルでしたね。この時間清家はサイドライン、33番の中里が入っています。ここも、はい、漏れてきた、パスは通りません。ターゲットは83番の柴田でした、マイケル・バードソン。ここ取られた後の富士通スリーアンドアウトということになりました。まあ、今のパスも調子のいい時のバードソン選手ならば決めてくるんですけども、完全にレシーバーと違った方向にボールが飛んでいきましたよね。はい、バードソン選手はリードされて、プレーする追いかける展開をあまり経験していないので、ちょっと普段とは違うことが起きているのかもしれませんね。まもなく第1クォーター終了ということになります。残り5秒です。第1クォーターと第2クォーター、これは継続して行われます。今パントフォーメーション、吉田のパント、オービックはリターンする、池井自身の42ヤード付近まで来ました。いいリターンです。ここでクォータータイムです。第1クォーター終了、7対0、オービックシーガルズがタッチダウン、トライポイントを決めまして7対0とオービックシーガルズがリードしています。34回目を数えますジャパン X ボール、第1クォーターはオービックがタッチダウン1つ、7対0とリードをしています。今年もこの JX3 ジャパン X ボールは東京ドームで行われています。ご存知のように今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、さまざまな対策が取られています。選手のヘルメットには全選手マウスシールドを着用しています。さらにコーチスタッフはサイドラインではマスクの着用、さらに審判はいつもですと口にくわえて吹くホイッスルですが、電子ホイッスルということになっています。有馬さん、はい、観客の皆さんも、いつもですとですね、大歓声が起きるんですが、ですね、はい、ちょっといつもとは違いますね。このジャパン X ボールはこの席が埋まって大歓声の中できるという醍醐味ではあったんですけども、はい、それでもね、こうやって開催にこぎつけたことによってね、関係者の方々、ファンの方々は非常に喜んでくださっているので、はい、まずは試合ができることへの喜びを伝えたいですね。そうですね、選手も取材に行きますと、まずはその喜び、感謝、この辺りを口にしますね。はい、さあ、その中でこれから第2クォーターが始まります。先ほど富士通がパントを蹴って、オービックシーガルズがリターンしました。これからオービックシーガルズの3シリーズ目ということになります。先ほどはインターセプトをして、その後タッチダウンまでつなげましたオービックシーガルズです。ピストルフォーメーション、ショットガン、ここは5ヤードほどのゲインです。オービックシーガルズ30番のキャプテンを務めるチムラのランプレーです。ここはリではなくて、このシリーズはチムラを使ってきています。チムラ選手も非常に頭が良くてセンスがありますよね。それからタックルにも強いという、大学時代キャプテンという、ね、ことも務めていて、このチームでも2年目でキャプテンになった経験もありますから。そうですね、はい、関西大学出身のチムラ、去年からこのオリックシーガルズのキャプテンです。かなり向こう側レシーバーを固めてバンチフォーメーション、ここはパスだ、
奥一発空いている、空いて、あーっと合わない。中盤の前田慎吾を狙ったパスでした。有馬さん、はい、通ればというところでした。はい、よく見えてまして、決まればもちろんタッチダウンというところ。このジミー・ロックレ選手、クォーターバックとしては完璧な判断をしているんですけど、もうわずかなところですね。まあ、今日はこの9番の前田慎吾選手がロングターゲットになりますので、はい、まず一つ見せておいて、また違った展開があると用意されていると思いますので楽しみです。今度はエンプティランニングバックがいません。サーダウン5、自陣の46ヤードから。ここはロックレーのラン、ファーストダウン更新して外に出ました。この辺りも冷静です。2シリーズ目にタッチダウンを取っているオービックシーガルズです。いや、このジャパン X ボールはこのジミー・ロックレー選手初出場なんですが、はい、ここまで落ち着いてますね。初めてですし、東京ドームで試合をするのも初めてということで、なかなか緊張するのではないかと思ってはいたんですけれども、相手のクォーターバックよりもジミー・ロックレー選手の方が実は経験がない方が落ち着いている、そんな感じがしますね。はい、ワンバック、ランに強い体型です。ここはランプレー、かなり人をかけてゲインしていきましたオービッチシーガルです。ここは29番のピータクが入っています。今ランニングプレーで富士通の方も中央に人を集めて数を費やしてきましたので、まあ、ガチンコ勝負という構図になっているんですけどもね、はい、両チームとも力強い動きが見えましたね。3ヤードほどのゲインになりました。敵陣に入っています。敵陣の44ヤードからファーストダウン10、オービッチシーガルズの攻撃です。セカンダン7、ゴールデンハッカーモーション、パスプロテクションは持っています。また奥を狙った、奥を狙って、ここは合いませんでした。ただ有馬さん、はい、かなり積極的にディープゾーンを狙ってますね。そうですよね、外の一番外から入ってくるレシーバーに長いボールを投げると、まあ、これはですね、今34番と7番の富士通のセーフティーの背中が見えてますけども、はい、そのセーフティーとしてはこう自分の頭越しに後ろにボールを落とされるということで、この記憶が残るとポジショニングが少しずつこう後ろに後ろになっていくということになるんですよね。ですからパスが通らなかったとしても投げておくことの重要性というのは分かって投げているんですね。サーダンセブンです。ここはランニングバックがいません。エンプティー体型、また奥ですが、ここはレシーバーがいない、インターセプト。富士通フロンティアーズリターンする、まだ行きます。21番のディフェンスバックの大貫、インターセプト。富士通にもビッグプレーが出ました。有馬さん、はい、リズムよくオフェンスを組み立てている中でのこのインターセプト、どうご覧になりますか。今右サイド9番の前田選手と、投げたロックレー選手の考えてたことが違ったんですね、はい、前田選手は浅いゾーンが空いているので止まって振り返ったんですけども、ロックレー選手は前田選手がそのまま奥に走り込んでいくと思って投げたので、レシーバーがいないところにボールが飛んだという結果になりましたね。あ、今インターセプトしたのは23番のディフェンスバックの奥田、これでリーグ戦と含めて2つ目のインターセプトということになります。あ、1人飛んだ、強い。グラントです。今日も出ました。高井さん、はい、先ほど富士通がオフェンスを終えた後にオフェンスラインを中心にサマニー選手がボールを持った時にどういった状態になっているのかを念入りに確認していました。なるほど、サマジーグラントが持った時のそのディフェンスを確認していたという。今日フィールドの担当は澤田彩香アナウンサーです。ここはバードソンのラン、ファースト更新、コーナーバック3番まだこのバードソンのランプレーは止まっていません、はい、今のもサマジーグラント選手を外にモーションさせていない状態にしたんですね、はい、それによってオービックのディフェンス真ん中の人数が減りますから、そこをクォーターバックのバードソンに走らせるという選択でしたね。ファーストダウン10です。自陣の46ヤードから、おっと2人漏れてきた、奥を狙う、ここには
イエローフラッグはありません。ディフェンスカバーしていたのは27番の田中雄大選手ですね、はい、この人もまだまだ社会人リーグ経験が浅いんですけども、こういうパスカバーをさせるとピカイチなんですよね。レシーバーがまっすぐ走るルートというのはピカイチです。今ちょうど松井力選手との勝負でしたけど、大学時代同じですね、チームメイトですね。そうですね、関西学院大学出身の両者です。はい、ここはプレーを変えるか。セカンダン点です。パス失敗の後のセカンダン、また奥だ。ショットショートウォーターウェイインターセプト。今日は両チームこういったシーンが多く見られます。カバーしたのは27番の田中です。まあ、だんだんとその外国人アメリカのクォーターバックですから、はい、ああ俺の力で何とかしてやろうという気持ちに、ね、なってくるというのは分かるんですけれども、両チームとも両クォーターバックともちょっとのこう長いパスにこだわりすぎているなという印象が出てきましたね。そうですね、かなり多くなっています。さあサーダンロング、サーダンテン、ここまで過去3回はパント2回、それからインターセプト、まだ富士通らしい押し切るというオフェンスが見られません。83番の柴田源太、取っていればファーストダウン更新という場面でしたが、取ることができませんでした。今有馬さん空いてましたよね。空いてましたが、投げる最後の最後にディフェンダーが1人前にいることに気づいたんですよね、はい、でクォーターバックのバードソン選手としては少し高めのボールに切り替えたらコントロールがずれてしまったということですね。これで富士通は過去4回パント3回インターセプト1回という内容です。いや、有馬さん、はい、富士通のオフェンスとしてはまだ富士通らしさが出ていない、そんな印象なんですが、いや、こんな富士通の攻撃の立ち上がりはもう10年ぐらい見たことないなという印象ですけどね。そうですね、その中でオフェンスラインというのはどうでしょうか。そうですね、オフェンスライン自体の仕事はある程度うまくいっているとは思うんですが、はい、ちょっとまだそのクォーターバックのバードソン選手が相手のディフェンスがやっていることというのを読み切れてないというので、うん、効率よくボールが前に進まないというシーンが続いてますね。さあオリックスガラスのオフェンスです。ロックレーからここもタイトエンド、ホールデンハクです。このタイトエンドのホールデンハク選手はリーグ戦はあのゴール前でパスというのは多いんですけれども、ブロッカーが多い選手なんですが、今日パスをよく取ってますね。そうですね、やはりお互いのやりたいこと、クォーターバックとこのタイトエンド一番近いところにいますから、パスを通す確率を上げることも簡単なんですよね、はい、遠くにいる選手に比べると、まあ、そのあたりコミュニケーションしっかり取れているんだと思いますね。セカンダン2です。自陣の35ヤード、ここはパス、ここもハク1人かわした、アディアミがタックルに行きました。ただロングゲインになりました。あ、ここは2回続けてタイトエンドのハフを使ってきています。オーリックシーガルズです。高校時代からクォーターバックのロックレー選手とは親友、ボイシ州立大学も、ロックレー選手は2年で別の大学に進学したんですが、はい、それまでは同じだったという間柄です。さあファーストアンテン敵陣に入っています。38ヤード、ドロー、千村、あー、ここもセカンドエフォート頑張りました千村です。オービックシーガルズのランプレイです。決して体格では大きくありませんですが、ここはセカンドエフォート1、2ヤード稼ぎました。キャプテンを務めている千村です。さあセカンドダウン5、敵陣の33ヤード、ノーバック、エンプティーです。
パスプロテクションよく持っています。ファーサンを通し、ボールを落としたか。ここは大きなプレーになりそう。富士通そのまま行くか。そのまま行きました。タッチダウン。ターンオーバーからリターンタッチダウン。富士通フロンティアーズ今サイドエンドのハフ選手を狙ったパスでした、ね、ホルデンハフ選手がパスを取ってファーストダウンを取りに行ったんですね、前に進もうとしたんですけれども、そこでボールがこぼれてしまった、ファンブルの状態で、今のところ審判団の判断としてはファンブルで富士通がボールをもらったと、はい、持ってタッチダウンしたということになりますが、さあここでただいまのプレーについてビデオによるレビューを行います。フィールド上の判定はオービックがファンブルしたボールを富士通がリカバータッチダウンでした。お聞きのようにこれからオフィシャルレビュー、映像を見て確認するということで、有馬さん、はい、これはですからまずこのハフ選手のパスのキャッチは成立してるんですね。これ成立してますね、確保してますね、はい、この後ですね、まだボール持ってますね。でこれがファンブルかどうかということになってきます。右の膝が地面につくのと右手からボールがこぼれるのとどちらが早かったかということですね。この東京ドームには今ご覧いただいた映像と同じ映像が流れました。その瞬間に少しお客さんからも拍手が聞こえてきました。有馬さんは今のプレーどうご覧になりますか。今の角度だと膝が地面についた瞬間が確定できなくてですね、はい、雰囲気としてはダウンが先のように見えるんですけども、あ、これで分かりますかね。この膝、あ、後ろからだと、まあ、どうでしょう、まあ、こういった場合明らかに判定を覆す材料が映像の中にない場合はフィールドの判定を優先して、はい、成立させますので覆すほどの材料にはならないかなというところですね、これがファンブルということになりましたなすと富士通のタッチダウン、はい、これがダウンが先ということになりますと、まあ、ですからパス成功であそこで、はい、オービックボールということになります。攻撃が、ね、続くことになりますよね。この角度なら分かりますかね。どうでしょう、今のこれが一番分かりやすいですね。この角度が一番分かりやすいですね、はい、ちょっとこれは時間がかかりそうですね。映像を見て今こう映像を確認するクルーと、レフェリーが相談をしているところなんですけど、はい、さあこれから場内に説明がありそうです。レビューの結果ランナーが先にダウンをしていました。富士通陣28ヤードラインよりオービックシーガルスのファーストダウンとなります。ゲームクロックを6分20秒に修正してください。オービックのファンブルはありませんでした。ですからオービックの攻撃が続くということになります。はい、富士通のリターンタッチダウンは無効ということになります。今表示では6分1秒ですけれども、はい、あの瞬間にプレーが止まっていますので6分20秒までゲームクロックは戻されます。あ、これ大きなプレーですね。覆るほどの材料があったかどうか、ね、本当に微妙だったと思うんですが、はい、最後の角度で見た映像だと膝がついたのが明らかに見えましたので、まあ、それを見て、審判団の判断ということになったんでしょうけども、これファーストダウンが取れてるんですよね。オービックとしては今のプレーでファーストダウン取れてるの で、ね、はい、いやー、がぜんこの勢いといいますか、場内の雰囲気も含めてですね、オービックに力がこう今向いている状態ですね。5連覇を目指す富士通フロンティアーズ、7年ぶり9回目の優勝を目指すオービックシーガルズで行われています。社会人日本一を争うジャパン X ボールです。敵陣深くに入っています。
敵陣の28ヤード有馬さん、はい、これこの前のシリーズでタッチダウンを上げているオービックですけれども、うん、ここどうでしょう、フィールドゴールでもかなり流れとしてはさらに良くなってきますか。良くなりますね。ただあとエンドゾーンまで30ヤード弱ありますので、はい、この残り6分間というのをできるだけ使いたいという意味でもじわじわとエンドゾーンに迫りたいですね。なるほど。ファイトエンドのハフがモーション、ワンバックショットガンです。ここは短いパス、あーっと落とした落としたリが落とした、それを富士通が今度はリカバーしたか。あーシグナル富士通ボール、ファンブルフォース、ファンブルリカバー、富士通ボール、大きなプレー。今のプレーです。竹内選手ですね、35番の竹内選手のタックルでファンブル、はい、ということになりましたね。いや時間を使ってという有馬さんからお話をいただいた矢先、はい、いやしかもあのプレーの直後のプレーですね。あもう一回ビデオ判定してもいいかなと思うのは、はい、リータク選手のパスキャッチが成立しているかどうか。レフリータイムアウト。あここでただいまのプレーについてビデオによるレビューを行います。あまたレビューです。フィールド上の判定はパスをキャッチした後のファンブルでした。ランニングバックのこれで、はいはい、リータク選手がパスをキャッチして確保する前にボールを落としていればパスのインコンプリート、なるほど、まあ、不成功ということになりますから、攻守交代にはなりませんよね。いやこれで有馬さん、はい、2プレー続けておっしゃるレビューということになりました、まあ、それだけ両チームがギリギリのところでレベルの高い試合をしているということの証明でもありますし、はい、いやディフェンスの選手は本当にボールを狙ってますね。富士通のディフェンスの選手は本当にボールを狙うのがうまいのでこういったファンブルのようなシーンというのは多くなりますよね。もう一度確認しておきますが、リランニングバックのリ選手がボールを確保していれば、はい、その後かき出されましたのでこれはファンブルということになります、はい、今はそういう判定になってますね、はいはい、確保されていなければあれはパス失敗、はい、というところでそもそもパスが成功していないということなので、はい、ノーゲインとボールが全く進まなかったという扱いでオフェンスが次のダウン次の攻撃に進むということですね。画面の奥の29番がリです。ここ有馬さん、はい、今の角度だとよくわかりますがこれはですね、どうでしょうか。どちらとも言えるので私は判断できないんですが、アメリカの NFL をもしご覧の方がいらっしゃるのであればパスインコンプリートになる場面ですね。ビデオによるレビューの結果レシーバーのボールの確保が不十分でしたので、はい、パスインコンプリートです。あインコンプリート、ね、プレビアスポットよりオービックのセカンドダウン残り10ヤードです、はい、ですからファンブルなし、はい、オービックの攻撃が続くということになります。6分6秒に修正してください。リータク選手がボールを取っているように見えるんですけれども、はい、まあ、両手の中でボールがまだ動いている状況だったということなんですよね。これで2度続けて、はい、今オフィシャルレビュースロー VTR 出てますけどこれ左手右手の中でまだボールが動いているということなんですね。確かに有馬さんに解説をいただきますとそういう風に見えますね。そうなんです、はい、どちらとも取れるシーンだったので難しいんですけどNFL であればこれはパス成功にはならない、はい、パス失敗インコンプリートになるシーンだなということなので、まあ、おそらく覆えるだろうなとは思ったんですが、これ両チームの気持ちとしてはこれ2プレー続けて出ましたけどもどうでしょうかね。これはもうオービックシーガルズはラッキー以外の何者でもないので、はい、まあ、ここはちょっとタッチダウンを狙っていくようなプレーが入ってくるかもしれませんね。この前のシリーズではタッチダウンを決めているオービックシーガルズです。この前の前のプレーでタッチダウンを奪っています。セカンドダウン点、ここは2に持たせます、うん、中央バスタン更新、もうフィールドゴール圏内です。残り時間は6分。まあ、いいブロックがありましたね。オフェンスラインの選手もしっかりと耐えてますし、はい、このホルデンハーフ選手が動いて、まあ、ブロッカーになるというシーン、このブロックも非常に得意ですので、
うまく選手の能力を生かせているというのは今のところオービックの方ですね。さあ敵陣深く16ヤードパー3点です。ジミーロックでクォーターバック、後ろにはリータク、共にリーグを代表するクォーターバックとランニングバック、あここで時間がかかりました。タイムアウト、オービック。今のはですね、ジミー・ロックレー選手クォーターバックがどんなプレーをやるか選べるようになっていまして、はい、両サイドにレシーバーが2人ずつ出てますが、比較的そのレシーバーが外に離れてますよね、そこに対してディフェンスが何人費やされるかによって、真ん中に残れるディフェンスの選手の数も変わってきますので、真ん中に選手が少ない場合はランニングバックもしくはジミー・ロックレー選手が持つ2ウェイと言いますけれども、オプションプレーですね、はい、相手の動きを見てクォーターバック自分でキープするかランニングバックに渡すかの選択ができるプレーをやる、真ん中に人数が多い場合は外のレシーバーの誰かに投げるという風な選択ができるデザインの体系だったんですが、ちょうど中途半端なところに富士通のディフェンスのシフトが敷かれていましたので、はい、ジミー・ロックレ選手が判断つかなかったんですね。なのでタイムアウト取りましたね。今クォーターバックコーチの栗原コーチ、菅原コーチですね、それからオフェンスコーディネーター、今シーズンから加入しました矢部裕之オフェンスコーディネーターと話しました、はい、ジミー・ロックレーです。絶妙に富士通のディフェンスが中途半端にシフトしていたので判断つかなかったら体型変えましたね。あ、ここは向こう側レシーバー3人、はい、バンチフォーメーション、ここでハフがモーション、リにピッチフェイク、リに持たせる、そこから強いリ、ファーストダウン近くまで来ました。いや強いですね、有馬さん。今のリータク選手のセカンドエフォートね、タックルされた後の強さというのは、まあ、年々このリー選手は強くなってますよね、はい、毎年パワーアップしているように見えますね。25歳のリです。ここ1人かわしてこの後、さあセカンダン1ゴール前7ヤード、さあ2つ目のタッチダウン取れるかオービック。ハーフがモーションタイトエンド、ここはリア中央抜けるタッチダウン、オービック2つ目のタッチダウン、リータクランニングバックが決めました。いやー有馬さん、はい、このシリーズ取り切りましたね。幸運もありまして取り切りましたね、はい、ただオフェンスのマネジメントの点でほぼ完璧だったと思いますね。今のプレーもランニングプレーが進んだというふうに見えますけれども、クォーターバックと、まあ、コーチ陣のこのマネジメント、ブロックした、ポイントアフタータッチダウンはなりませんでした。あ、山崎健のポイントアフタータッチダウン、今行ったのは23番の奥田でしょうか。あ、98番も漏れてきました。98番の南恵子、はい、リーグ戦が欠場していましたが、この JX3 出場ということになりました。南が今ブロックしました。32歳、このディフェンスラインのユニットリーダーも務めています。さあ改めて今のタッチダウンのシーンです、はい、有馬さん、これも、まあ、これランプレーで真ん中に富士通のディフェンスの選手はたったの5人しかいなかった、それ以外の選手はもうレシーバーの前に出て外にいたんですね、はい、これかなり大きな穴が開きましたね、はい、そのために走るスペースが広くなりますし、今59番のオフェンスラインの山本選手も余っている状態、はい、それをしっかりとマネジメントしてどこにボールを運ぶべきかというのをコントロールできているオービックのオフェンス側のコーチベンチですね、それとクォーターバックのジミー・ロックレー選手の仕事が完璧にできているという証拠ですね。あ、完璧ですか、はい、さあこれで2つのタッチダウン、オービックシーガルズ前半残りは4分34秒です。キッカー山崎健、この山崎は非常に飛距離が持っています、はい、富士通はここからリターンをする、リバース松井1人飛び越えた、
ヤードからアートの富士通は一つ面白いプレーを見せてきました。まあ、左に行くと見せかけて逆サイドから走ってくる松井選手にボールを渡してリバースというね、はい、逆行するということなんですけど、結局このオービックのキックオフカバーチームが自分の場所エリアですね、守って走り続けてましたので、まあ、あまり効果が出なかったというプレーでしたね。さあ富士通のオフェンスです。残りは4分25秒です。ピストルフォーメーション、ここはまずはニクソンスピンムーブして4ヤードほどのゲインです。高井さん、はい、高井さん、どうぞ。先ほどオービックのディフェンスが終わった時にディフェンスコーディネーターの古翔さんが QB ランだけと大きな声を出して対バードソン選手の話を長くしていました。ただ清家選手はバイロン・ビーティージュニア選手にも笑顔は見られていました。オービックシーガルズの古翔直樹ディフェンスコーディネーターの話、澤田アナウンサーが伝えてくれました。さあここもグラント、グラントのランバースタン更新、自陣深くというところ挽回しました。自陣の31ヤードバースタン更新しています。まあ、オービックもある程度人数を割いてサマジー・グラント選手のランを止めに行くと、はい、そうなるとクォーターバックのマークが手薄になりますので QB ランをよく見ておかなければいけないよということなんですけれども、サマジー・グラント選手は怖いのはですね、完全にディフェンスが止めている形から逃げ出して独走するというのがありますから、はい、それがまあディフェンスとしてはもう一番怖いですけど、まあ、それが出てしまったらしょうがないと考えるのもいいかもしれませんね。去年もこのジャパン X ボール、それからライスボールでもそういった展開がありました。サマジーグラント、ここはただバードソンのパスプレー、85番の松井、あ、ただファースタンには至らないか。先ほど澤田アナウンサーからもありましたが、今日バードソン選手はランプレー3回走って43ヤードです。まだやはり残りました。次がセカンドダウンワンです。先ほど有馬さんからこのバードソン選手、相手のディフェンスがまだ見えていないという話がありました。ちょっと読み切れてなかった印象があったんですけれども、少し落ち着いてきましたかね。今のも的確なところにパスを投げられてましたもんね、はい、手前にレシーバー3人、そしてサマジーグラントが奥、ノーバックエンプティー、2ポジション差、13点差がついています。5連覇を目指す富士通フロンティアーズ、ここもパスプロテクションを持っている。あ、グラントがここにいました。まだ行く、倒れない、敵陣深くに入ってきました。27ヤードほど。有馬さん、はい、このグラント選手はレシーブ力も高いんですね。高いですね。もうワイドレシーバーと同じぐらいと言っていいぐらいですかね。あとパスルートコースを走るのも非常にうまいですし、キャッチング能力も高いですね、はい、さあ敵陣の29ヤードからファースト3点です。ショットガン、ここはプレーを少し変えたか富士通フロンティアーズ。選手の声もよく聞こえてきます。今日は観客を入れていますが歓声は上げることができません。ここで1人漏れてきた。バードソンはターゲットを見つける。ホールド。パスは確保している。松井とスーパープレー。有馬さんよく取りましたね。本当ですね。今カムバックという動きですね。ボールが投げられてボールに向かって戻ってくる。これディフェンスとの勝負なんですけども、わずかな差が出ましたね。片足でも中に入っていれば、はい、キャッチャー認められます。さあファーストダウンを更新しました。敵陣の15ヤードからファースト3点。グラントのラン、もっといけたというようなそのグラントのジェスチャーもありました、はい、次がセカンドダウンです。まあ、ああいったど真ん中を抜けるプレーというのはグラント選手が一旦躊躇するような動き、もしくは今みたいにジャンプしなければいけないということは壁ができているということなんでね、オービックとしては特に気にすることはないと思いますね。13点差、こちら白のジャージオービックシーガルズがリードしています。まもなく前半終了というところ、奥田マッチアップは最後は取った松井だ、スーパープレー、タッチダウン。
藤本もついていきましたが、いや今シーズンを象徴するような松井のスーパープレー、もう一度見ましょう、画面の左、藤本も完璧についていて、有馬さん、はい、この競り合いどうご覧になりますか。いやもうオフェンスもディフェンスもかなり高いレベルでプレーできていますし、ボールを投げたバードソン選手も早いタイミングで、ね、投げ切ってしまって決めるというかなり高度なプレーでしたね。富士通キッカーは西村秀哲、真ん真ん中に決めました。この西村も35歳ベテランです。日本体育大学出身、もうリーグを代表するキッカーと言ってもいいと思います。さあこれで有馬さん、はい、この松井のスーパーキャッチがあって、これでまたワンポジション差になりました、はい。まあ、このキャッチが2つ続きましたね、松井選手のいいキャッチが、はい。まあ、これでバードソン選手も今のシリーズかなり落ち着いてできたことによって、このゲームに入っていくというかね、スムーズにゲームの中に入っていくことができるようになったと思いますので、はい、この後の富士通の攻撃はちょっと怖いでしょうね。前半は間もなく残り1分4秒です。オービックが2つのタッチダウン、先制、その後点差を広げました。ただ一つ富士通もいい形でオフェンスを組み立てて返しました。差は6点差。リターンをします。真ん中、84番の西村アルソのリターンでした。はい、ちょっと足を引きずっています。そうですね、最後山岸選手47番の背中、はい、今見えますね。この選手が手をかけて倒すんですけれども、あの右手がなければタッチダウンだった可能性ありますよね。前が広く空いてましたね、はい、紙一重のところで本当に見応えのある攻防ですね。今日はほとんど反則もありませんし、非常に締まった前半です。この社会人日本一を決めるジャパン X ボールです。ピストルフォーメーション、左右にレシーバー2人ずつ、池井、ここから和さん更新しています。さあ残りは49秒、和さんを更新しましたので時間が止まります。ここはオービックとしては最低フィールドゴールは取りたいでしょうか。取りたいですね、タイムアウト2つ残ってますので、はい、なんとか早く始める。ここはパス失敗、はい、ですが時計は止まります、はい。オービックの方はキッカーの山崎選手がね、非常に飛距離のあるキッカーですから、はい、まあ37ヤードライン38ヤードラインぐらいまで持っていけば3点フィールドゴールで取れる可能性がありますね。まあ、山崎健は練習ではありますが73ヤードのフィールドゴールを成功させて話題にもなりました、はい。さあここのピストルフォーメーション、左右にレシーバー2人、後ろから来た、すごいヒット、ボールこぼしてますよ、ボールがこぼれているので、取ったのはまあ、どうやらオービックが確保していそうです、はい。この今のシーンです、はい、後ろからニクソン選手ですね、2番の、あ、2番です、はい。あー、ボールをこぼしました。さあこの後、あ、小林、山本選手ですかね、ですね、59番山本選手、こういう仕事はでっかいですね。あ、そうですね、はい。まあ、オービックシーガルズはセンターに UCLA 出身の庄島が入りました、はい。そのおかげで、まあ、去年までセンターを務めていた川本が本来のレフトタックルのポジションに戻りました、はい。そのことによって両ガードが山本と藤田ということで、オービック、まあ、庄島選手センターが入ったことで、あ、前半終了ですね、あ、はい、ここで前半終了、はい。あ、何が起きてますか。 今ちょっと富士通フロンティアーズの中でちょっと選手がエキサイズする場面がありました。珍しいですね。そうですね、チームメイトで少しエキサイトするという場面がありましたが、前半終了。
オービックが第1クォーター、第2クォーターとタッチダウンを取りました。富士通が第2クォーターにタッチダウンを取り返して13対7ということになっています。こちら2つのタッチダウンを取りましたオービックシーガルズのジミー・ロックレー選手です。非常に落ち着いた入り、まあ、ターゲットを探して取りました。まあ、今日はタイトエンドのハーフ選手小井さんこの辺りを使っています。ではインタビューです。オービックの大橋ヘッドコーチです。前半リードで折り返しましたがどう見ていましたか。まあ、オフェンスもディフェンスもやろうとしたことをしっかりやってくれてたので、まあ、この結果ですけども、まあ、まだプロセスの中ですので、まあ、あんまりそこの点差については、まあ、あるいは勝ってるってことについてもあんまり関係ないかなと思ってます。相手のオフェンスのバードソン選手サマジー選手への対応はどうですか。予想通りですね。やったりやられたりの場面あるだろうなというふうに思ってたところで、まあまあ、さすがだなというふうに思うシーンもいくつかありましたね。後半に向けて修正したいポイントを教えてください。修正するというよりも、まあ、基本的には僕らの持っているものをどれだけ出し切れるかという話だと思いますので、まあ、後半も愚直にそれをやりきれるかというところだと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。オービックの大橋ヘッドコーチでした。前半終了ワンポジション差ということになりました。ではこの試合前半をハイライトで振り返りましょう。まずは第1クォーター富士通の攻撃、ここでビッグプレーが生まれます。オービックのインターセプト、21番のブロンソンビーティー、これでコーチが入れ替わりました。でこのシリーズこれで西村アルトがゴール前まで行きました。そして最後はリッパク、このタッチダウンランオービックが先制します。一方のオービックのディフェンス、今日試合前に注目をしましたランニングバックのこのサマジーグラント、これを止めました。2回止めるという中で有馬さんいいプレーがありましたね。いいタックルが2つ続きましたね、はい、そして第2クォーターに入ってこの2のラン、いや有馬さん本当に強いですね。この強いですよね。相手のサマジーグラッツ選手とねくしくも同じ背番号ですけど、はい、負けられないという気持ちもあるでしょう。そうですね。そしてリガーこのシリーズ目を取りました。これで2つのタッチダウンランということになりました。ただトライフォーポイントはブロックされまして13対0ということになります。一方の富士通第2クォーター残り時間がない中でこの松井力、有馬さんこの1つ返したというこれは大きいでしょうか。そうですね。ただ、まあ、マンツーマンの勝負のところで勝っているというのが富士通、はい、組織の力でうまくできているのがオービックという印象の前半でしたよね。今前半のスタッツが出てきました。有馬さんこうしてみますとどうでしょうか、はい、やはり反則も少ないですが締まった前半ですね。非常に締まった個々のプレーのレベルが高い見応えのある前半でしたね、はい、スタッツについてはもうほぼ差がないと言っていいでしょう。まあ、今シーズンは新型コロナウイルスの影響で期間が大幅に短縮された中で、ただ有馬さん、はい、やはり社会人日本一を争うジャパンミックスボールにふさわしい前半ですね。練習時間が少なくなってしまった、練習日数も減ってしまったという中でですね、やっぱり我々その選手コーチスタッフが感じたのはより短い時間で集中して結果につなげるということを覚えたという面では、はい、意味のあるシーズンでしたよ ね、 そうですね。すごく成長できたと思います、はい、非常に締まったゲーム展開になっています。第34回ジャパン X ボール今ハーフタイムを迎えています。この後後半ということになります。東京ドームで行われているジャパン X ボールです。
第34回を数えますジャパン X ボール前半終わって13対7、オービックシーガルズが富士通フロンティアーズをリードしています。舞台はここ東京ドームです。現在 X リーグのチアリーダーの皆さんによりますパフォーマンスが行われています。まあ、今年は新型コロナウイルスの影響でチーム、選手、そしてこのチアリーダーの皆さんもさまざまな苦労がありました。その中で笑顔を届けています。小井さん、はい、両チームのチアリーダーの方に応援の工夫などを今日伺いました。まず富士通フロンティアーズなんですが、チアのリーダー山岸亜美さんにお話を伺うと、実は今日が富士通のチアはフルメンバーで応援するのが今日初めてだそうなんですね。あ、そうですか。はい、あの応援中もソーシャルディスタンスを取らないといけないので、リーグ戦の時は人数を半分に減らしていたんですけれども、東京ドームは広いので全員で応援できるということでとっても嬉しそうでした。はい、でアメフトではお客さんの声、クラウドノイズも大事ですよね。富士通は F ビートというハリセンを使っています。で応援曲の中で以前よりもハリセンを使うパートなどを増やしてアレンジしたそうです。試合を重ねるごとにファンの皆さん馴染んできているそうです。で一方オービックですが、はい、日本一大きな声、声援というものが今までの自慢の応援スタイルだったんですが、今日は水色のガルズクラッパーという鳴子のようなグッズを持って、そしてファンの皆さん足踏みもしてチアの皆さんとタイミングを合わせてクラウドノイズを作っています。またオービックのチーム DJ 金子敦さんにお話を伺ったところ、あの金子さん普段、ね、はいはい、あのお客さんに向けてマイクを使ってプレーの解説などを行っているんですけれども、僕が今日は唯一大きな声を届けられるので選手へのエールも多く取り入れているということです。フィールドからでした。なるほど。まあ、様々な苦労があってこのジャパン X ボール支えられています。あと6分ほどでこれから後半が始まるということになっていきますが、小井さん、はい、どうぞ。富士通の山本監督です。はい、前半なかなかタッチダウンが取れないという状況でしたが、どう見ていましたか？そうですね、まあ、オフェンスとしてはテンポよく来てたところもあったんですけど、まあ、得点取り切るところまでいけなかったので、まあ、全体的に最後フィニッシュするところが精度のところがうまくいってなかったかなというふうに思います。ディフェンス面はどうでしたか？でディフェンスの方は止めれるところもあるんですけど、やっぱりミスタックでセカンドエフォート取られてしまったりとか、そういうところがあるので、その辺しっかり修正していきたいと思います。ありがとうございます。はい、富士通の山本ヘッドコーチでした。澤田彩香アナウンサーのインタビューでした。今日このジャパン X ボール解説はシルバースターヘッドコーチの有馬隼人さんにお願いしています。有馬さん、はい、今の山本ヘッドコーチのインタビュー含めて前半どういうふうにご覧になりましたか？やはり富士通というチームはですね、リーグ戦、それからここ数年もこのジャパン X ボールもライスボールもそうですけれども、はい、リードされる展開というのがもう記憶にないぐらい遠ざかってますよね。はい、まあ、そういった中で選手たちベンチがこの後どういう対応ができるのかというところに、このゲームのポイント鍵は全て詰まっているような気がしますね。うん、有馬さんであれば、はい、まずどこを手当てしましょうか？なかなか難しいと思うんですね。今日のオービックはかなり準備用意周到にしてきてますので、穴を見つけにくいというのがあるんですね。はい、それを富士通の方でハーフタイムに答えが出せたかどうかというところなんですね。私先ほど申し上げましたけども、富士通の得点というのは1対1の勝負で、上回った時に生まれている。オービックの方は組織力ですね、ボールを回すべきところに的確に回して、そこでプレーがちゃんと成立している、いろんな選手が活躍しているという印象はオービックの方にありますよね。はい、ですからゲームプランという点ではオービックの方がうまくいっているので、富士通の方がしっかりとこのプランをしっかり持っているのか、厚みのあるプランをですね用意しているのであれば後半にしっかり出してくるとは思うんですが、そこが後半の見どころですね。ただ一方で有馬さんどうでしょうか、6点差なんですね。はい、このあたりはどう考えますか？まあ、タッチダウン1本というところと、トライ4ポイントの1点追加というところでキックがブロック1回されてますよね。はい、もし後半あまり得点が入らない展開が続くようでしたら、この1点というのがものを言うという最後のシーンがあるかもしれませんね。今追いかける展開のクォーターバックのバードソン選手はこの東京ドーム笑顔で戻ってきました。今画面では両クォーターバックの前半の成績もご覧いただいています。まあ、パスの成功した回数は同じで獲得ヤードが少し違いますね。はい、
バードソン選手は序盤長いパスが全て失敗して、短いパス5ヤードぐらいのですね、非常に短いパスをつないでいったというところがありましたので、まあ、距離があまり伸びていないですよね。第1クォーターは特にバードソン選手の長いパスは全くこうレシーバーと合っていないシーンがあった、はい、で第2クォーターのこう終わりかけの頃ですか、ようやくちょっと落ち着いてきてパスが綺麗に決まり始めているので、この数字というのは後半伸びてくると思われますね。そうですね、あのオービックシンガルズのそのディフェンスのハドルの中でバードソンのランプレーだけという話があったという前半リポートがありましたが、はい、そのあたりも一つ鍵でしょうか。バードソンのランでロングゲイン独走というのをされるのが、まあ、一番ダメージが大きいというふうにオービックのベンチは判断している。ですから古書ディフェンスコーディネーターのその言葉というのは非常によくわかりますね、はい、やっぱり一発でタッチダウンに持っていかれるというのがこういったビッグゲームで競っているときにはダメージが大きいですので、そこをうまくディフェンスのコントロールしながら時間も使わせながらといいますか、得点につなげさせないという粘るディフェンスを古書ディフェンスコーディネーターは考えていると思いますね。あ、今映し出されています。去年までヘッドコーチも務めました古書直樹ディフェンスコーディネーター、アシスタントヘッドコーチも兼任しています、はい、まあ、非常にプレイヤーとしてもですね、うん、ディフェンスバックとして日本代表のキャプテンも務めた経験がある古書直樹さんです、ね、はい、ディフェンスバック、そしてラインバッカーもやってましたがね、あ、そうですね、日本代表にもずっと活躍を続けた選手ですね、はい、今68番が映し出されています。ディフェンスラインの政権、今日あのこの中継の冒頭で中里33番、はい、そして68番の政権、この2人を X の壁としてご紹介しましたが、はい、今日は機能してますね。機能してますね、はい、あの中里選手、政権選手ど真ん中でディフェンスのラインの壁の一番前に立ちはだかってますけど、そこ負けていませんので、あまりこうサマジグラント選手のど真ん中を抜けるランプレーというのが出てない、はい、まあ、この2人ですね非常によく働いていると思います。それからこうして画面を通しても分かるんですが、政権中里非常に面白いんですね。2人とも明るくて楽しい、はい、まあ、関西の出身というのもあってですけど、ね、本当にあのちょっと声をかけるとニコニコしながら、はい、あの話してくれますし、ただこの優しい表情とは裏腹にぶつかったらもう本当に強いんですよ。2人とも本当に強くて、はい、特に清家選手はね、あの今年少しだけ体重を下げて走れるようにしたっていうのもありますし、ほうほう、中里選手はもともとよく走れるんですよ。120キロあるんですけど本当に速い、おそらくあの町の運動会なんか出たら優勝するぐらいの速さを持ってると思うんですよね、はいはい、まあ、1m75cm 120キロ立命館大学出身の中里と清家は 1m78cm で135キロ、3月アメリカのダラスで行われた日本代表にも選ばれた選手です、はい、あのかつてね、インターネット放送局の企画で、はい、元横綱朝青龍さんと勝負をするという企画があった時にですね、清家選手が勝負したんですけど、あの横綱は清家選手と勝負する時だけちょっと立ち合い変わったんですよね。そうなんですね、立ち合いの変化でしたね、はいはい、少し右に変わったんですよね、はい、まあ、清家選手はやはり強いというのをその元横綱の朝青龍さんも分かってたということで、はい、本当にガチッとぶつかってみたら勝つかもしれないですよね。あ、はい、まあ、清家本人に聞いても中里とはタイプが違っていて、お互い尊敬できるし高め合う仲なんだと、うん、清家はどちらかというとガツンと1対1で勝負する、はい、中里はスルスルっと抜けていって相手をタックルする、うん、はい、このあたりがすごいんだという話を清家本人はしてましたね。中里選手はですね、そのクイックネスという点ではもともと持ってまして、はい、でクイックネスのあるアスリートにパワーと体重がついたというタイプですよね。さあ、そのオービックシーガルズ前半は非常に攻守ともにうまくいきました。さあ、一方の5連覇を目指す富士通フロンティアーズ、クォーターバックのバードソン、このあと後半の逆襲あるかどうか。まあ、笑顔で入ってきて松井と話しながら入ってきた、うん、はい、このあたりも何かこう後半の逆襲を予感させるそんなシーンがありました。さあ、後半はオービックシーガルズのリターン、オフェンスから始まります。今日試合前のコイントス、オービックが勝って後半をチョイスしました。こちら去年、今年からヘッドコーチに復帰した大橋さん、こちらは山本陽ヘッドコーチ、山本さんは去年この富士通フロンティアーズのヘッドコーチに就任しました。
17年18年にはサンディエゴ州立大学にも留学をしてそのコーチングも学びました。さあ富士通フロンティアーズ5番のノーショのキックオフです。西村春とリターナーリターンします。真ん中が空いている。34ヤードほどからのファーストダウンということになります。オービックシーガルズです。さあ有馬さん、少しあの前半を振り返る中でも聞きましたが、はい、オービックとしてはそうしますと後半は変える必要はありませんか。ゲームプランがある程度うまく機能しているというふうに感じているはずですからね、はい、この後後半に向けたそのプランの続きがあるかどうか、そこは見てみたいですね。さあまず一つオービックの流れを止めなければなりません。富士通フロンティアーズ、ここは方面フロント陣ラインバッカー2人、ここは外に外にと逃がしながらここで捕まえました。富士通フロンティアーズ理想的な守備です。23番の奥田、ただこの奥田のフィニッシュの前に非常にディフェンダーが右方向に押し出していきました。はい、もう1人2人3人と出てきて一番外まで逃げたところで奥田選手のタックルですね。はい、ですから今ランニングバックは走りましたけどもロスです。セカンダウンで12ヤードショットガンです。29番のランニングバックのリが走っていました。リが少し左の脇腹のあたりを押さえています、うん、今サイドラインに下がりました。今のプレーです。パスを取ろうとしたときに脇腹にちょっと相手の肩が当たりましたかね。29番ここですね、はいはい、もうこの時点で押さえています。あそこにヒットがありますと一瞬息ができなくなるので、しばらくすれば大丈夫なんですが、ただあばらに骨にひびが入ってなければの話ですね。オービックシーガルズのギは今日2つのタッチダウンランを決めています。ここは志村が入っています。パンバック通りました。背番号9をつけた前田です。まだギはサイドラインです、うん、この後息苦しいのが回復してくると思うんですが、はい、今どうでしょう、大丈夫というようなジェスチャーをしました。深呼吸をしてみて、もし痛みが出るようだったらあばら骨に何か傷が入っている可能性あるんですけど、ないようだったら大丈夫ですね。さあファースト3点、前田がレシーブをしてタッチダウンで失礼、ファースト3を更新しました。後半始まって最初のドライブ、オービックシーガルズです。ここはパス短め、前田ファーストダウンにはわずかに届いていないでしょうか。これでセカンダウンということになります。今は背番号9の前田選手へのスクリーンパスですね。内側にいるレシーバー2人がブロックで壁を作って、はい、で短いパスを取った前田選手が走るという、まあ、ランプレーと同じような戦略ではあるんですけども、今のだけで8ヤードぐらい取りましたから。そうでしたね、上出来ですよね。セカンダウン2です。敵陣に入ってきています。45ヤードピストルフォーメーション、手前にレシーバー3人、高木がモーションしました。オービック、ここはランニングバックには持たせない。ロックレーのランバースタン更新、これでもう4回攻撃をすることができます。13対7、6点差。オービックは2つのタッチダウンがありました。ただその後のトライフォーポイント富士通がブロックしました。点差は6点です。敵陣の42ヤードファースト3点、リ・タクが戻ってきています。ランニングバック、クォーターバックロックレーの後ろ、ピストルフォーメーションです。ここはリ、ほとんどゲインはありませんでした。一つここは富士通のディフェンスラインがしっかりと壁を作りました。
まあ、富士通のディフェンスはずっと3人のディフェンスライン、もしくはたまに2人にしながら守っているんですけれども、はい、この47番の山岸選手とか35番の竹内選手ですね、まあ、が少しずつこうポジションを変えてどこから入ってくるか、どこでプレーするのかわからない状態を作っているんですけども、それを今のところ見事に読んでいるのがオービックのクォーターバックのロックレー選手ですね。35、47、この2人の選手はラインバッター2列目の選手です。ここも通面、おっとすれ違った、ファースト更新2です。あ、先ほど少し脇腹を抑えてサイドラインを下がりました。リー、ここはパスコースに出ていました。でここ、いやー、リーの真骨頂といいますか持ち味ですね。はい、まあ、体も大きいですしね、前に倒れるとゲインがありますし、1m82cm90kg、パワーとスピードを兼ね備えています。慶応義塾大学出身の李卓。さあ、ファーストアンテイク、敵陣31ヤード、ここもリラ、ここは読んでいました。富士通ディフェンスです。最後タックルに行ったのはディフェンスラインの高橋浩樹。こちら47番が日本代表にも選ばれました山岸、そして2番がトラション・ニクソン。ニクソンといいますと、このジャパン X ボールではランニングバックとしても走って活躍をした経験があります。まあ、今年はジョー・マシス選手が抜けたという中で、このトラション・ニクソンがその穴をうまく埋めています。富士通フロンティアーズです。もともとディフェンスの選手なんでね、またディフェンスに戻ったという形ですよね。はい、手前レシーバー3人、オービックシーガルズ、オールデン各長身、パスコース、あ、ここもただ持たせます。あ、ここはラン中心ですね、有田さん。はい、少し富士通のディフェンスがレシーバーの方にですねシフトして、真ん中に残っている選手の数が減ってきているので、はい、それもクォーターバックの判断で、ランニングプレー、ランニングバックにボールを持たせるプレーを使っていってますね。今富士通のディフェンスラインが多く変わりました。90番の藤谷、91番埼玉、99番高橋亮太と入ってきています。まあ、富士通はディフェンスはこれでディフェンスライン3人プラスラインバッカーをブリッツに入れて、はい、プレッシャーをかけるというパッケージですね。ここは5人で行くか、6人目の入ろうとしている、このうちの5人か4人が入りますね。いや、6人とも入った、全員入りましたね。ただここでパスを通してほとんどゲインはありません。山岸ナイスタックル。今全員入りましたと高井さんも私も引っかかりましたが、山岸だけは入っていなくて、失礼しました、ランニングバックにマンツーマンしてたんですね。まあ、ディフェンスが今カードの切り合いで勝ったと、わずか紙一重の勝負ですね、これはね。いや、本当に一つ一つに見応えがあります。ジャパン X ボール社会人日本一を決める大会です。ここでオービックシーガルズはフィールドゴールチームが出てきました。12番をつけたキッカーの山崎武、45ヤードのフィールドゴールアテンプト。おっと、外れた、追加点なりません。あ、ここはオービックとしては追加点できず、後半最初のドライブ。あ、というと有馬さん、いろいろあるんですが、今ボールを置く選手はですね、はい、本来縫い目をキッカーに蹴らせてはいけないんですが、縫い目がちょうどキッカーの方に向いてしまって、それでキックの方向が定まらなかったというのも一つの要因だと思いますね。これでフィールドゴール失敗ということで攻守入れ替わりました。富士通フロンティアーズの攻撃です。後半最初のシリーズです。トラション・ニクソン止まります。ほとんどゲインはありません。さあ、富士通としてはここ当然早く追いつきたいところだと思いますが、そうですね、後半の流れまだオービックが持っていくかなというところで、ね、戻ってきましたから、はい、このオフェンスシリーズはちょっと時間を使って敵陣までは行きたいですね。最低限セカンダンゲイト、今日クォーターバックのバードソンのランが出ています。前半
ここもパスプロテクションはよく持っています。岩松パスが通っています。ただまだファーストダウンには至っていません。まあ、今のもバードソン選手はファーストターゲットが空いていなくて、はい、2番目3番目のターゲットを見つけていると。でパスプロテクションがよく持ってますのでそれができてますよね。サーダン3です。自陣の35ヤード奥にレシーバー3人、うん、ここも岩松抜ければ面白い。あ、ただ集まりが早い。13番の岩本、14番の藤本、2人でタックルに行きました。ここで岩松がまだ倒れています。富士通フロンティアーズです。今のプレー、22番が岩松。ここしっかりと1人目、まあ、ここで時間を稼いだというのが有馬さん大きかったですね。そうですね。で2人目のタックルを受けた時に、うん、この歩き方ですと下半身ではなさそうです。お聞きのように東京ドームオービック側そして富士通側から両チームから拍手です。まあ、今日はこの東京ドーム上限の 25% 程度およそ1万人というお客さんです。さあこれでファーストダウンは更新しています。自陣の42ヤードから富士通のファースト3点です。バードソンがプレーを変えています。かなりオービックのディフェンスフロントに人を要しています。ここからピッチしたオプション1人来た外したグラトファースト付近まで行きました。ローターバックとランニングバックのオプションプレー今のプレーです。はい、13番の岩本選手を、まあ、フリーにした状態で、はい、そこでクォーターバックがオプションで最後はランニングバックにボールを渡すという選択をしましたね。セカンドワン今度は中央グラントのランがファーストランを更新。これで敵陣の40ヤード付近まで来ました。普通のシアスです。13対7オービックが6点リード。後半始まってオービック最初のプレーフィールドゴール失敗。その後のシリーズ富士通フロンティアーズです。敵陣40ヤードファーストアンテン。ちょっとスナップが乱れた。ここはコースが開かない。ほとんどゲインはありません。バードソンです。あ、今一つ大きな声を出しましたクォーターバックのバードソン、うん、あの今のこのパフォーマンスを見てこれ奥は空いてないんでしょうね。奥は空いてないんですけどね、あの手前で空いているレシーバーがいたのが分かったんですよね。ただ、はい、自分が早く見つけることができずに投げられなかったので悔しかったんだと思いますね。さあこれでセカンダンで12ヤードロスということになりました。今日は富士通前半は3回のパントがありました。ここは今度はバードソンのラン。これは3ヤードから4ヤード有馬さん、はい、前半はこのバードソンのランでロングレインがありましたが、うん、今のプレーはこれどう見たらいいでしょうか。今のこれオプションという形を取り始めてますよね、はい。まあ、これはバードソン選手がもしかしたらオーディブルをさっきと同じように出したのかもしれませんし後半の狙いなのかもしれませんけどもどちらかというともうちょっと展開の早いプレーの方がクォーターバック走るにはいいと思いますね。そうですか。でランニングバックにニクソン選手入ってますよね。あ、そうですね、はい、トラションニクソンつけている、はい、トラションニクソン。ここもバードソンどうやらプレーを変えたようです。あ、ここは多くのフリッツを入れたがパス失敗。イエローフラッグもありません。パス成功。後半も最初のドライブ有馬さん
これも富士通らしくないように見えますが、どうしてもマンツーマンのところに投げたがるというかですね、まあ、そういった傾向はありますよね、はい、このマンツーマンで分かりやすいディフェンスに対しては投げたいし決めることもできるんですけれども、そのゾーンディフェンスなのかマンツーマンなのかちょっと答えが自分の中で出ないときに投げるのを迷っている、それが続いてますよね。さあ敵陣には入りましたが、ここはカット吉田、ここはリターンをしませんでした。オービックシーガルズです。いや有馬さん、前半最初のシリーズも両チーム得点奪えませんでした。後半も最初のシリーズはオービックフィールドゴール失敗、富士通もパントということになりました、はい、うん、ただ全くボールが進まなかったわけではないので、はい、両チームともにまずまずの立ち上がりと言っていいですね。そうですか。あとは山本ヘッドコーチ、富士通の、山本さんもおっしゃってましたように、このフィニッシュですよね、うん、お互い相手が強いとこのフィニッシュする最後に得点まで行くというところが一番難しいので、まあ、それをどちらか先にたどり着くかですね。ここもリに持たせます。これ有馬さん、はい、最初の得点というのがこれ一つまず大きくなりますか。レフリータイムアウト、後半最初の得点というのは大きいですね。負傷者のためのタイムアウトです、はい、ん、今富士通の選手が西川選手ですかね。そうですね、91番の西川が倒れています。真ん中の選手です。いや、いいプレーですね。西川選手のブロックされて、一度リータク選手が、ね、通り過ぎた後諦めずに手を伸ばしてタックルしてというところですね、はい、その西川はサイドラインに下がりました。こちら就任2年目、アメリカへの留学経験もある山本洋ヘッドコーチ。ここは2に打ちした。あ、リが抜けている。スピードもある、強さもある。ここも弾いた。さあここから、ここで止まった。しかしロングゲイン、ここでビッグゲインが出ました。リタク、ここホルデンハーフ選手とこの2番の高木選手ですね、はい、外に出ていって、望月選手も言いましたけど、このブロックで一瞬だけ隙間ができるんで、それを狙ったプレーだったんですが、さすがリー選手早いですね。オービック陣46号線でアウトオブバウンズ出ていました。そうですか、オービック陣が出ていました。サイドライン踏んでいたってことですね。そういうことですね。ただファーストダウンは取れてます、はい、ですからオービックシーガルズの攻撃ということになります。いやー、しかし早かったですね。というのは、あ、ここ、はい、今の右足でしょうか。最後に追いつくアディアミ選手が早かったですね。あ、40番、はい、リー選手も十分速いんですけど、はい、さらに速かったですね。さあ西村がモーション、うん、ここは通りました。81番の水野、チームのムードメーカーという話があります。3月にアメリカのダラスで行われた日本代表にも選ばれました水野です。81番。おお、うわ、間抜けましたね。今藤田選手に手をすり抜けました。あ、負傷者のためのタイムアウトです。あ、この JX3 今シーズン初出場というこの南慶子が今痛みました。あ、失礼、神山です。神山ですね、はい、失礼しました。神山が痛んでいます。ディフェンスラインの柱となる選手です。立命館大学出身です。いや、今日当然スキルポジションもですね狙っているんですが、ディフェンスライン、オフェンスライン、この激しい戦い、うん、これも一つ見ものですね。そうなんですね。やっぱり富士通のオフェンスライン、ディフェンスラインともに、まあ、最強だと言われがちなんですけど、はい、今日はねライン戦はもう互角ですね。そうですか、はい、あ、ここは富士通ディフェンスが頑張りました。大橋、そして竹内といきました。35番が竹内です。31歳、日本福祉大学出身です。あ、ここスナップが乱れました、うん、まあ、スナップ乱れましたし、まあ、センターの庄島選手のところをこう打ち破ってですね、竹内選手入ってきましたね、はい、
あ、もう第3クォーター残り23秒となっています。またレフェリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。ちょっと足がつったでしょうか。14番が見えています、ルーキーの高口です。33番のランニングバックの高口和樹の弟、新加入の選手です。3節のエレコム神戸戦ではインターセプトも挙げています。その高口が一旦サイドラインに下がります。いや、有馬さん、はい、第3クォーター早くも残り23秒ですね。両チームの思いがフィールドに現れているといいますか、はい、もう絶対この第3クォーターの主導権譲らないぞっていう、ね、両チームが集中力が高いですよね。今日のジミーロックで21分の15、あ、獲得ヤードすでに200、ここまで素晴らしい数字を上げています。 GX3 84、ここで来た、パン、アディアミが来て、もう一人来ました、クォーターバックサック、49番のルーキーのクゲ。いや、その前のアディアミといい、このクゲといい、有馬さん、いい形がありました。今思い切ってオフェンスから見て右側ブリッツが2つ入ったんですね。ディフェンスバックも画面手前からですね、はい、はい、2人入ります。アディアミ選手じゃないですね、49番、これもう40、そうですね、はい、クゲが行ってるんですね。そうですね、そしてニクソンが行ったと、はい、いうプレーになりました。いや、富士通のディフェンス、ここは威力を発揮しました。24歳立命館大学出身の久下です。この久下も3節のエレコム神戸戦ではクォーターバックサックに近い形を見せています。さあ、これで第3クォーター終了ということになりました。13対7、この第3クォーターは両チーム無得点ということになります。高井さん、はい、どうぞ。先ほどディフェンスでアウトした背番号10番の神山選手はもともと痛めていた右手をさらにテーピングを巻いていました。この後は出られそうです。あ、そうですか、はい、そしてオフェンスの岩松選手ですが、あ、22番、はいはい、両足のふくらはぎ太ももをかなり念入りに長い時間ほぐしてもらって今はもう立ち上がって普通にしています。あと高口選手も足裏を伸ばしていたのでつったようですという今フィールドの情報が入りましたが、有馬さん、はい、まあ、このジャパン X ボール独特の緊張感もありますし、両チームとも気が抜けたい相手という中で、ええ、やはりこう足がつる、足がつる、そうですね、はい、まあ、富士通のディフェンスはですね、こんなに長くフィールドにいたことっていうのがあんまりないと思うので、あ、なるほど、まあ、素早く止めてましたからね、はい、止めちゃってベンチに戻ってましたので、ちょっとこう長い時間、しかもこうオービックの非常に強いこう重圧のかかる中でプレーするというところで足がつる、普段よりも自然、必然とこう運動量が多くなっているというところはあるでしょうね。まあ、今シーズンは新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、まあ、本来ですと8試合ほど試合があるわけですが、今シーズンは各チーム2試合から3試合、はい、まあ、富士通は3試合戦いましたが、オービックはわずか2試合でこのジャパン X ボールということになっています。予定されていた相手が出場しなかったということで、はい、試合数が少なかったということなんですけど、まあ、2試合だけでここまで来るというのもなかなか難しいと思いますけどね。そうですね。さあ、勝負の12分第4クォーターです。ファイトエンドのゴールデンハフがモーション、ここはロックレードパス空いている、イエローフラッグが出ました。ファウルマーカーが出ました。背番号9の前田慎吾、まあ、オフェンスレシーバー側のパスインターフェア、もしくは前田選手が一度サイドラインの外に出てから戻ったか、はい、どちらかですね、うん、まあ、オフェンスのインターフェアですね。あ、オフェンスのインターフェアですから今のプレーは無効ということになります。ロースコアの接戦になっている今年のジャパン X ボール、まあ、去年はこの両チーム第7節で対戦がありました。その時には2点差、これも僅差の接戦になったゲームです。まだ場内にシグナルはありましたが説明はありません。
パスインターフェランス、オフェンス9番、15ヤードの罰則でサードダウンを繰り返します。先ほどレシーブした前田慎吾のパスインターフェアという反則、これでかなり下げられます。15ヤードの罰体です。ですからこれサードダウンで49ヤード、おそらくこれボールオンが40ヤードで34ヤードですね。だからそうですね、はい、こんな下がりますか。39ヤードです。おっと、ここでファールマーカーが出ました。イエローフラッグ、これはどうしたか。フォルススタートですね。ですからオフェンスということになりそうです。はい、第3クォーターまではほとんど両チーム反則はありませんでした。オフェンス85番、5ヤードの罰則でサードラウンド、タイトエンドのハーフのフォルススタートです。これでさらに下がりました。サードダウン44ヤード、サードダウンで44ヤード、そうですね、これもパント蹴った方がいいですね。そうですね用意してないのかな。かなりこれは下げられて厳しい状況は帯びて、ここはリーに持たせます。ほとんどゲインはありません、はい、ここでパントということになります。何か富士通が有馬さん、はい、ディフェンスから今リズムを掴んだ、そんなシリーズになりました。相手の反則もあってここでフィールドポジションがかなり良くなりましたよね。そうですね、敵陣まで入っていったんですが、はい、ですからディフェンスで敵陣に入ったという感じになりましたので、このパントリターン次第ではビッグチャンスやってきますね。はい、オービックパンターが出てきました。8番の長尾、ここは富士通は2リターナーです。危ない、なんとかパント。富士通はかなりフィールドポジションよくこのシリーズを進められそうです。しかしあわやパントブロックというシチュエーションになりましたが、よくパンターの長尾も蹴りました。今のシーンです。はい、これ日田選手ですよね、34番。そうですね、もうギリギリ、いやこの辺り本当に両チームギリギリの攻防が続いています。そうです、日田選手パントブロックうまいんですよね、昔から。なるほど、はい、なかなかボールが蹴られる場所に飛び込んでいくって怖いんですけど、はい、うまいんですよね、怖がらないですし。さあフィールドポジションよく富士通フロンティアーズの後半2シリーズ目、自陣の38ヤードからファースト3点、空いている森田、ファースト3を更新、パス成功しました。まず最初のプレーでファースト3を更新です。いやこれ富士通としてはフィールドポジションいいですね。そうですね、それからまあオフェンスのテンポを少し変えて、ここはバードソンのラン、ここは止めた。ブロンソンビーティーが最後来ましたね、21番が。21番のブロンソンビーティーいやー思わず笑いが出るような素晴らしいタックルですよ、これここ、はい、ちょっと頭下がってますけど、はい、相手100キロですからね。そうですね、はい、110キロですね、はい、そこに対峙していきました21番のブロンソンビーティー、去年一昨年とオールエックスにも選ばれています。さあショットガンフォーメーション、セカンドラインです。ここはラッシュに来るオービック、足をつかまれているがここは失敗。バードソン今足をつかまれながら投げました。もう少し早い判断ができていれば、左サイドサマージーグラント選手がオープンでしたから投げてしまってもよかったんですけど、いいプレッシャーかかってますね。そうですね、はい、さあこれで有馬さんサーダンシナインになりました、うん、まだ9分44秒ありますので、まあ、最後のチャンスとは言いませんけども、はい、ここは敵陣に入るというところなので富士通のオフェンスとしては一つの大きなポイントですね。これを取れるとかなり大きいですね。サーダンコンバージョン、富士通今日は6分の2取れないですね。失敗、ここも取り切れず富士通
いやーサーダンロングシチュエーション、オービックのディフェンスがここは頑張りました。33番中里です。そしてバイロン・ビーティですね、はい、23番。これ富士通のオフェンスラインもかなり実力者なんですが、今ねスクリーンパスだったんですね。あ、なるほど、はい、その分だけ入ってきたんですね、はい、だからディフェンスラインが前に出てそれを追い越して飛び越してボールを投げなきゃいけないんですけども、そこでバイロン・ビーティ選手がカットしたということですね。39番パッターは吉田。ここはオービック、池江はリターンしませんでした。オービックは自身の8ヤードぐらいからファースト10ということになります。いや有馬さん、はい、どうでしょう、この後半第3クォーター無得点という両チーム、第4クォーターに入って流れというのはどうですか、ね、流れはまだどちらにもないですね。ないですか、はい、ディフェンスが本当に次の得点の大きさというものを分かってます、はい、オービックはリードしてますけどタッチダウン取られると逆転されますからね、1点ビハインドになります。で富士通としても今日の展開だと、次オービックに1本取られると厳しいというのもベンチ分かってますよね、はい、このディフェンスの集中力というのが第3クォーターは顕著に現れましたね。さあファースト点自陣の9ヤードからオービックシーガルズです。ここはリ中央ゴリゴリと出ていきます。リタクのランです。大井さん、はい、オービックのオフェンスですが大きな声でワンプレーワンプレー、スタートとフィニッシュ大事にしようとみんなでエンジンを組んで大きな声勢いをつけていました、はい、まあ、そういったもう基本的なことを確認ということになりました。ここオービックとしては有馬さん、時間を使いながらというオフェンスでしょうか。一番の理想はこの8分、残り8分台ですけど、そうですね、このほとんど使い切ってタッチダウンがいいですね、はい、ここは止まりました。まあ、このアメリカンフットボールはボールコントロールとともにタイムコントロールということをよく言われます。まあ、これもニクソン選手がねいいディフェンスしてますから、はい、一人で止めてますね。そうですね、はい、スタックルです、はい、さあこれでサードダウンで残りは7ヤード。オービックのオフェンスとしてはもうちょっとこう早い段階、ファーストダウン、セカンドダウンでジミー・ロックレイ選手がパスを投げていった方がシリーズがつながる気がするんですけど、でもサードダウンコンバージョンは7分の3。あーっとここは合いませんでした、パスパイ、イエローフラッグもありません。あー、これでフォースダウンということになります。いいマッチアップしたのはディアミ、画面の左のマッチアップ、まあ、今ディフェンスのオフサイドがあったんじゃないかということで抗議してますけれども、はい、審判としてはオフサイドはなかったと。でオフサイドがあってディフェンス側の反則があったということであえて長いパスを勝負しに行ったんですね、ロックレー選手は。さあファンタということになります、オービックシーガルズですから、富士通としてはまたこれオフェンスとしてはフィールドポジションよくオフェンスを始められそう。ここはリターンする、距離かわした、サマジーグラントのバントリターンです。これで敵陣からの攻撃ということになりそうです、富士通です。6点差、もう最終クォーター、4クォーターに入っています。負傷者のための、ここでまた負傷者です。富士通の9番、あ、吉本純平、うん、ワイドレシーバー、それからリターナーとしてもチームを支えています。30歳、去年はシーズン大怪我があって、ただその大怪我を治して3月の日本代表には参加したんですよね、はい、そうなんですよね。今ブロックに入ってましたね、ここでいいブロックしたように見えたんですけど、はい、9番の選手です、はい、ああ巻き込まれたんですね、右の足首でしょうかね、ただ歩いてますから。そうですね、はい、今サイドラインを下がりました、うん、さあこれから富士通フロンティアーズ6点を追いかける攻撃です。6点といえばタッチダウンで同点、トライ4ポイントまで決まれば逆転、あるいはフィールドゴール2つでも追いつくという点差です。残りは8分、
グラントのラン強い。あ、失礼、ニクソンです。ニクソンですね、はい。ちょっと先ほどから富士通のど真ん中のランプレーが進み始めているのでオービック側としては気になりますね。これがここもニクソン、これはどうやらファーストタッグを取っていそうです。まあ、グラント選手が80キロなんですが、このトラション・ニクソンは106キロということでパワーもありますね、はい。ですからグラント選手のスピードで相手を消耗させ、その後この100キロ以上あるニクソン選手でこうドーンとパワーで勝負する。なるほど。おっと、ここはソロタックルに行こうという政権、それでも止めました。あ、今政権がまず一ついいタックルを見せました。そうでしたね。いや、オフェンスラインのブロック外して、あ、これはすごい、はい、うん。このライン戦も今日は両チーム見ものです。いや、すごいですね。いや、各ポジションのこのマンツーマン1対1、これがどこもすごいですよね。いや、本当にレベル高いんですよ今日、はい。さあ、セカンドラインここは入れず、ただプレッシャーが来る。投げて、そこにはナイスキャッチ。81番中村クラーク、クラーク。サイドライン出たということですね。キャッチできず、アンドオブバンズ。どうでしょう。さあ見てみましょう。ここもバイロン BT ジュニアが来て、聖家も行って、ここどうでしょうか。もう一度この中村の右のつま先入ってますね。あ、どうですかね。これはチャレンジした方がいいですね。ビデオ、ビデオ判定はどうでしょうか。した方がいいですね。ビデオ判定してもらった方がいいですね。ただいまのプレーについてビデオによるレビューを行います、はい。フィールド上の判定はパスの不成功でした。いやー、有馬さん、何か一プレー一プレーに意味がありました。そうですね、はい。右足のつま先が残っていたのは確実なんですが、その状態でボールの確保ができていたか。右足のつま先が残ってますね。その時にこの胸の中でボールが止まっているかどうかですね。ここ、あ、取って、うん。今この東京ドームにも同じ映像が流れていますが、取ってるような気もするんですけど、足は問題ないですね。これ右は足は入ってますね、はい。あ、これは取ってますね。取ってますねって私が決めちゃいけないんですけどさあ、あの先ほどオービックがあのオフェンスの時にもファンブルですとかそういったシーンがありました、これがまあオフィシャルレビューになりました、はい。まあ、ことごとくオービックの方に有利に判定結果が出たんですけど、はい、これは取ってるように見えますよね。さあ、ここはどうでしょうか。この拍手は富士通です、はい。まあ、新型コロナウイルスの影響を受けまして、お客さんは今日は歓声を声を出すことはできません。まあ、でも数年前まではビデオ判定が、ね、導入されてなかったんで、はい。まあ、これいいことですね。はっきりしますからね。そうですね、はい。さあ聞きましょう。レビューの結果、パスは成功でした。パス成功。ゴール前12ヤードより富士通のファーストランですから、中村のビッグプレー、富士通の大きなチャンスということになりそうです。さあ敵陣の11ヤード、81番中村テレアクラク。さあ、ここは両者大きな攻防ということになります。残り時間6分32秒。いや、有馬さん、はい、これ一つ山場ですね、両チーム。まあ、ベテランの中村選手がね、こうパスが決まっていることも確信したかのようなあの態度、はいはい、自信があったんでしょう。それがいいですよね。あの慌ててアピールするよりも、うんうん、あの方がこうチームの士気上がりますよね、はい。いや、いいシーンになりましたね。これがゴール前12ヤードですか。あ、ここでバードソンが何か交代を要求しているでしょうか。
両チームタイムアウトは3つずつ、残りは6分32秒、最終の第4クォーターです。ちょっとプレーを変えたいという意味かもしれませんけどね。あ、そういうことですか、はい、ランニングバックには大きな体のトラション・ニクソン、106キロが一番後方です。富士通のオフェンス、松井がモーション、松井が呼ぶ、その松井、ここは1対1、パス成功しました。パスは成功です。 2,3 ヤードのゲインでしょうか。はい、今あの松井選手がモーションして浅いところに走っていきました。でその奥に中村クラーク選手がタッチダウン狙いに行ってるんですけど、はい、オービックのディフェンスがしっかり下がってましたからね、短いところに投げざるを得ませんでしたね。ここでタイトエンドの水野が入ってきました。長身です。1メートル88センチ、3月には日本代表も経験しています。ちょっとバードソン選手のやりたいプレーとベンチのプレーが違うのかもしれませんね、はい、あ、ランニングバックに今グラント、グラントに持たせる、ここは速いオービック、ただ最後セカンドエフォート、ここはチーム対チームの意地のぶつかり合いです。さあこれでサードダウンということになります。今日の富士通は7分の2、こちら33番は中里、今日は再三いいプレーがあります、21番のブロンソン BT。 さあバードソン大きな声、この形相、さあ勝負のサードダウン、ランに強い体型、ここで走ったバードソン、最後どうか、止まりましたね、微妙なところ、ファーストダウン手前だったでしょうか。あ、手前です。あ、ここどうしましょう、有馬さん、これフォースダウンです。これ残り時間5分切ってますね、はい、3点だけ取って13対10にして、え、次のディフェンスで相手を止めてもう一回フィールドゴール、もしくはタッチダウンで勝負ということがまず一番スタンダードなチョイスだとは思います、という中でやはりバードソンも迷いました。今タイムアウトを取りました。富士通はこれでタイムアウト残り2つ、まあ、ただこれでタッチダウン 取ることができれば逆転、はい、の可能性が高いですよね。まだ7点入って14対13になります。はい、仮に取れなかったとしても相手の攻撃がここから始まりますので、オフェンスの方が、まあ、どちらにしろオフェンスをやった方がいいという判断を富士通はするでしょう。有馬さん、お待ちください。これタイムアウト中にあれだけの選手が集まりました。これ珍しいんではないでしょうか。タイムアウトにほぼ全員の選手が集まってハドルを組んでいます。いや、オフェンスほぼ全員ですね。そうですね、驚きましたこの光景。さあ5連覇を目指す富士通、ここはどうするか。この全てをかけたプレーが今ゴールされましたね。ニクソンがいる、ですからこれはフィールドゴールは狙わず、さあ降参ギャンブル。ニクソンのランなのかバードソンなのか。ただ水野もいる、レシーバーも1対1になってますからね、はい、さあ勝負のフォースダウン、どういう判断か。バードソンのランですね。さあバードソンだ、突っ込んだ、あ、バンブル、バンブルだ、オービックがリターンする、なんと田中が行く、田中が行く、そのまま持っていった、タッチダウン、なんとオービック追加点、ビッグプレー、ゴール前の攻防です。いや、すごいプレーが出ました。27番のディフェンスバックの田中、お仕事をやってのけました。いや、まあ、リターンした田中選手はスピードありますよね、はい、あの学生時代にもあのフィールドゴールのリターンで110ヤードぐらい走ったことありますから。ただですね、ただ今のダウンの可能性あるんですよ。ビデオによるレビューを行います。またフィールドの判定はゴール前でファンブル、オービックのリカバーでした。あのではもう一度先ほどのあのバードソンのファンブルのところですね、はい、そうですね、その前にバードソンがダウンをしていたのならば、
ファンブルではないということになりますけど、はい、どうか ダウンですね、はい、ダウンをしてボールが、はい、そうですね、この後右肘が地面についたときにボールがこぼれるので、はい、あーどうかな、その前にちょっとボール浮いているように見えますけど、はい、まあダウンによってファンブルが起きたと映像から見取れるのが、まあ、妥当なのかなと思いますがね。まだ映像を見ています。これ整理しましょう。まずダウンをしていれば、はい、あそこでプレーは終わっています、はい、ですから先ほどのリターンタッチダウンは無効ということになります、はい、そしてもう一つがもしダウンをしていた場合、はい、これバードソンがファーストダウン取れてるか、ファーストダウン取ってるかどうか、はい、このあたりも微妙ですね。これはなんでチェーンクルー動いちゃったんだろうな。あ、今そうですね、チェーンクルーはありません、ね、チェーンクルーは元の位置に残っておいて、残っておかないとですよ、ね、あのファーストダウンの時にどこから始まったかというのが分からなくなってしまいます。そうなんですよね。あれ、これチェーンクルーは両サイドともにありません。動いてしまってますよね。そういうことですね。まだ映像を見ています。いや、今日はこういったシーンが再三起こります。あのここまで微妙なプレーが続くというのは珍しいんですけど、はい、それだけ本当にギリギリの勝負してる。もうこれもそうですよね。バートソン選手ファーストダウン取れるライン分かってますから、はい、ボール伸ばさなきゃいけないの分かってるんですよね、うんうん、今のシーンですね。これがこう、まあ、どうでしょう有馬さん、これこの右の肘がついていると、肘がつく直前にちょっとボールが動いているのも見えますけど、でもあれですね、ボールは握ってますので、はい、右手で肘がついたところでダウンですから、まあ、グラウンドはファンブルを引き起こすことはできませんので、今フィールドの中には富士通のオフェンスの選手のみが残っています。あ、ここは審判の皆さんもかなり念入りに映像を確認します、はい、ただ問題なのはこのファーストダウンを取れたかどうかの判定が、そうですね、チェーンクルーがない中で、はい、まあ、そのあたりもこれですから、ファーストダウンを更新していれば富士通がもう4回攻撃権を得る。そうです、ゴール前1ヤードからね、はい、あの4回の攻撃ありますからタッチダウンの可能性が高いんですけど、で仮にこれがファーストダウンを更新できていないと攻守入れ替わって今度はオービックボールということになります。ですからまずファンブルをしているかどうか、それからファーストダウンを更新しているかどうか、この2つを考えなければいけません。いや、さすが5年連続の優勝を目指す富士通、はい、そして9回目の優勝を目指すオービックということになります。さあ説明です。レビューの結果、ゴール前 1.5 ヤードでデッドをしていました。ファーストダウンの獲得戦に達していないため、ゴール前 1.5 ヤードよりオービックのファーストダウンです。お聞きのようにまずダウンをしていました。ですから、はい、ファンブルリターンタッチダウンは無効です。ただファーストダウンには至っていないということで、これオービック攻守入れ替わってオービックのオフェンスということになります、はい、まあ、フォースダウンであと、まあ、0.5 ヤード取り切れなかったということで、はい、オービックの攻撃に変わりますけど、ゲームクロックを4分40秒に戻してください。今ゲームクロックは4分24秒ですが、4分40秒からゲームスタート。いや、もうこの1秒がですね、この後どう作用するのか有馬さん、うん、この時間というのも本当に大事になってきそうですね。ですからこのオービックシーガルズのこの攻撃ですね、はい、仮にも時間を使えず、しかもこの自陣で攻撃が終わってパンと蹴ることになってしまえば、かなり富士通に逆転勝利の目が出てきますので、オービックもこのオフェンスが消極的になってはいけないんですよね。消極的になりすぎてはいけないんですが、はい、ただロスもできない、自陣のエンドゾーンを背負ってますので、プレーコールをするときになかなか守りに入ってしまうことは
よくありえますよね。これ中でオービックが止められますとセーフティー2点ということも考えられます。点差はわずかに6点。あ、今止めるぞという声が聞こえました。これはおそらく富士通です。すごい試合になっています。ジャパンエクスボール、やれることだけやろう。やはり場内の歓声がない分選手の声がよく聞こえますね。はい、さあピストルフォーメーションです。ランニングバックの位置にはリータックがいます。さあクォーターバックのロックレイ、オービック自身の1ヤードから、ここは抜けて2ヤードから3ヤードほどゲインしましたリです。今88番の大橋選手がいいタックルしましたね。ラインバッターの大橋、富士通です。もともとタイトエンド、オフェンスの選手だったんですけれども、まあ、膝の怪我をしてその治療を経てディフェンスにコンバートされたという選手ですね。はい、まあ、1m87cm、112kg という体格。先ほどリオを追っていくというシーンも見られました。88番の大橋、はい、さあセカンダンゲイト、残りは間もなく4分。ここもバタリ、おっと開いた、バスター更新、これは大きなプレー。あー、ここでリがこの局面を打開しました。オービックです。本当に小さな穴が開いただけなんですね。オフェンスラインは左の方にブロックして、ここでこの後ね、狭くなるんですね穴が。ここはい、富士通の選手もよく戻ってきてるんで、わずかな穴ですがよく走りました。29番のリはこの後海外のプレーも視野に入れています。そのためには日本一になって群を抜くような活躍をするんだ、それが海外に向けてもアピールになるという話をしています。このリ、ここまでもう100ヤード以上走っていますリです。残り時間は3分20秒。またリ、ここは時間も使います。オービックシーガルズです。これですと時計は止まりません。6点差、オービックリード。これからセカンドダウンです。有馬さん、はい、これかなりフィールドポジションを戻してですね、うん、これ当然時間を使いながらこの攻撃でいいでしょうか。時間を使えていることはいいですね、はい、ただもう20ヤードライン超えてきましたので、あのパントを蹴ったらある程度敵陣までボールを送ることができますから、少しこの辺からパス投げていってもいいとは思うんですけどね。投げないですね。あ、ここもリーダー、わー、ここもゲインを出されます。6ヤードほどのビンです。まあ、富士通もこのリーをかなり見ていると思いますが、それでも出ますね、はい、そうですね、オフェンスライン陣のブロックのタイミングとよく合ってますよね。この画面手前の方にオフェンスライン動いてきます、はいはい、壁がしっかりできている。今右サイドの坂口選手、77番の坂口選手とホルデンハーフ選手のコンビネーションブロックですね、はい、それがしっかりとできてましたね。うん、まあ、相手富士通のディフェンスラインも非常にリーグ屈指強いものがありますが、さあサーダン4プレーを始めなければならない。ここでパス、うん、アウト、おお、アディアミ、やわやインターセプトというところ。これは手足があります、アディアミです。まあ、大舞台ではこのアディアミの数々のインターセプトというのも有馬さん、はい、我々見てきましたが、これがあるから怖いんですよね。ここから入ってきます。いや、まあ、この人はプレーの読みがね、非常にうまいですよね、はい、どこに飛んでくるか本当に予測ができる人ですね。さあ、これでフォースダウンでパントということになりました。距離が出ましたね。かなりいいパントになりました。リターンできない。ここはナイスパント。オービックのパンター8番の長尾、これは大きい。いやー、ここでいいパントを見せました。この長尾もですね、パンターの他にホルダーもやっていて、はい、先ほどちょっと細かいミスがあったんですよね。そうなんですよね、はい、さっきホールドがあんまり良くなかったという話もしましたが、このパントは素晴らしい、取り返しましたね。はい、そうですね、日本体育大学出身です。あ、今サイドラインでも
手を重ねました。これで富士通は自陣の22ヤード、かなり下がったところから残り時間1分31秒。これ有馬さん、このドライブでもう決着ということになってきそうですね。ですね、はい、投げなきゃいけないですね。さあキャッチアップオフェンス、バードソン、はい、ここは取った。ニクソン外に出て時間を止めます。バーターを更新。まあ、このサマジグラント選手は、まあ、レシーバーと同等もしくはレシーバー以上の動きができますから、はい、これは、ね、ディフェンスとしては辛いですね。5人目のレシーバーがこんだけ能力高いわけですからね。さあ残り1分24秒。今年もこのジャパン X ボール接戦。空いている、外には出られないが、ファーストダウンは更新したか。更新していれば、あ、時計は止まります。今1分17秒で時計が止まりました。ファースト更新。さあフィールドの中心ぐらいまで来ました。自身の45ヤードここはプレッシャーかからない。バードソン前を見た。あーと中村クラークに合いません。パス失敗で時計が止まります。残り1分。さあこれでセカンダウンということになります。有馬さん、はい、富士通としてここ大事なところはどんなところでしょう。もうオービックシーガーズのディフェンスはパスに絞って守ってますから、はい、それを分かった上でプロテクションを持たせ、バートソン選手が時間を作ってレシーバーがあくまで待つということになると思うんですね。だからプロテクションがやはり持ってくれることが大前提ですね。ここはニクソンのワンバック。うわブリッツが、ブリッツが入った。狭まる。なんとかバードソン外した。投げて、ここは突破失敗。中村テルアッククラークを狙いました。ただあわやクォーターバックスタックというところでなんとか逃げました。まあ、プロテクションがギリギリ持つか持たないかというところのドキドキする勝負ですね、はい、残り時間52秒。タイムアウトは追いかける富士通は2つです。もうフォースダウンまでプレーしなければいけませんから、はい、このサードダウン10ヤード残ってますけど2回で取るという考えでもいいと思うんですね。52秒というのはまだ十分時間あると考えていいので。サマジーグラント選手が一番奥ですね、はい、ランニングバックはいません。エンプティ体系です。向こう側にレシーバー4人。グラントはここで動き出した。中だ。おーっとパスパイ。85番の松井を狙いましたが失敗。これでフォースダウンということになります。フォースダウン点。いや4番の久保選手ですね、はい、今日は本当に久保選手がこう、まあ、ニッケルといいますか、ラインバッカーとディフェンスバッカーの間のようなところでずっとプレーしてますけども。さあ勝負のフォースダウン。当然ギャンブル。全てレシーバー、向こう側にレシーバー4人です。さあ打開できるか。富士通クォーターバックのバードソン。さあプレッシャーはかからない。バードソンがスクランブル、スクランブル。これでバーダンを更新した。バードソンがバーダン更新して外に出ました。時計が止まって37秒。フォースダウンギャンブルはなんとバードソンのランプレー。いやーなんとかさすがですね。ギリギリのところでした。まあ、最後も自分で走るという武器がありますから、はい、しかもね体が大きいのでタックルは外せますからね。これでもう4回攻撃することができます。敵陣に入ってきています。41ヤードただあとは時間との勝負。おーっとラテランパス。ここからグラント中で止まりますと時計は止まらない。タイムアウトですかね。取りませんか。 これはいかがか。ここで止まりました、はい、時計が止まっています。おそらくタイムアウト富士通。いやー有馬さん、はい、最後の最後まで気が抜けません。面白いですね。そうですね。後半2回目、まあ、今のようにラテラルパスが急に出てきたりとか、はい、奇想天外なことが起きますので。いや今のあのラテラルパスはこれもうニクソンの総力を狙ったというサマジ選手ですね。ですね、グラント選手に渡して、はい、まあ、自分がスクランブルするかサマジ選手に渡すかでいうとこう渡した方がいいだろうということでね。さあここセカンダウン、はい、23ヤード。
これはもうフィールドゴールではどうしようもありません。タッチダウンを狙うしかありません、はい、ただこれタッチダウンを取りますとその後トライ4ポイントで逆転というシーンが生まれます。そうなんですよね。だから23秒ですから、単純に考えてパスはあと、まあ、4回は投げられると思うので、はい、この残り36ヤードという中でどの程度刻んでいくのか、でファーストダウンをまず一つ取った方がいいと思うので、はい、25ヤードぐらいのところでファーストダウン取れるようなコールができていると一番いいかなと思いますね。それよりもゴールに近づいてしまいますと今度は範囲が狭くなってパスを投げるのは難しくなりますからね、はい、今日バードソンはパスは30分の16およそ半分。さあエンドゾーンまで残り36ヤード5連覇をかける富士通、止めるかオービック。オービックプレッシャーをかける、うん、これでファーストダウンですね。ここでファーストダウンを更新、はい、時計が止まります。あここで大きなプレーが出ました。そうですね、これで24ヤード23ヤードぐらいですか、はい、ここであと3回ぐらい3回か4回パスを投げるということですね。ここでファーストダウン取るという狙いは、まあ、同じですね。私の考えていたことと同じですが、これであとはもう投げるだけエンドゾーン狙っていく感じですかね。残り15秒、ファースト3点、エンプティ、レシーバー5人、ここでバークマンが走る、あーっと失敗。81番の中村テラクラークを狙いましたバードソンです。残り9秒、はい、もうあとはエンドゾーンに2回ボールを投げると。で今みたいにですねバードソン動いて時間使っちゃダメなんですよね、はいはい、両者の攻めぎ合い、もう前半最初のシリーズからいろんな局面で1対1、2対2、そしてチーム同士さまざまな攻めぎ合いがありました。差はわずかに6点、残り9秒、ブリッツブリッツブリッツが来た、バードソン逃げる、ここで外に出た、残り2秒、なんとか残った松井。いやー今のナイスキャッチ、はい、よく投げましたし、いやそうですね、さあこれでもうこれ最後のプレーです、はい、6ヤード取ればタッチダウン、はい、富士通となってこの後トライ4ポイント勝負、しのげばオービック、なんと7年ぶりの JXB 優勝ということになります。チームタイムアウト、オービックタイムアウトですね。オービック、先にオービックが最初の後半最初のタイムアウトを取りました。いやオービックはですね、はい、このジャパン X ボール出場を決めたパナソニックとの試合でも、ええ、最後の最後ゴール前1ヤードでディフェンスして勝ったわけですよね、止めて、はい、まあ、それとよく似た展開ですね、まあ、あの時はパナソニックは残り24秒でゴール前1ヤード、クォーターバックスニーク真ん中を突進するところで、はい、ディフェンスラインの中里が手を入れてタンブルを誘発して、はいはい、それをオービックが抑えて勝つという内容でした、はい、ただこれはもう泣いても笑っても2秒ですから、はい、あまた富士通のオフェンスかなり集まってハドルを組んでいます。あそして、まあ、サイドラインでは肩を組んでその戦況を見守っている富士通の選手もいます。あ45番の鈴木翔一郎選手、今日はフィールドには入ってなかったと思いますけどね、そうですね、最年長40歳、さあ勝負の2秒、ゴール内6ヤード、これが今年のジャパン X ボール最後のプレーです。岩松モーション、あマンツマンですねディフェンス、はい、マンツマンですねディフェンスは、さあ奥を狙ってどうかどうか、失敗、ジャパン X ボール優勝はオービー
います。いや両チームとも激しい攻防。ジャパンエクスボール史上これ歴史に残る試合ではないでしょうか。いやこれもう最後も紙一重なんですね。マンツーマンでもボールがもう少し前に伸びていればタッチダウン、はい、ギリギリです。これ小指が届いてますから。あ、はい、吉本純平を狙って4番の久保、ね、はい、いや最後まで技術的にも戦術的にも全て面白いジャパンエクスボールでしたね。はい、あ、ただ、ま、敗北が決まった山本陽ヘッドコーチも、はい、何かこう最後ですね、ま、納得するような表情に、はい、まあ、試験ですけども見えましたね。今日はお互い、ま、コーチも選手もお互いの強さを存分に感じて称え合える、そんなゲームだと思いますね。はい、そうですね。こちら7年ぶり9回目の優勝を決めたオービック、あ、ラインバッカーの岩本の目に涙が出ます、溢れています。あ、もういろんな選手、はい、感極まっています。まあ、10番の森選手はね、このチームの中で非常に所属歴が長い選手ですから、はい、その前回までの要は4連覇、自分たちの4連覇も知っていて、で勝てない時間もあって再びこう頂点に立てたというね、感極まるところはあるでしょうね。まあ、富士通フロンティアーズの連覇が始まったのはこのオービックシーガルズとのゲームでした。はい、で放送席、はい、ここでインタビューです。そして会場の皆さん、7年ぶりの優勝を決めましたオービックシーガルズ大橋ヘッドコーチです。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。最後の最後まで大接戦、ラストプレーはどんな思いで見ていましたか。もうやるかやられるかの最後の場面で、まあ、僕は僕とチームの選手を信じてましたので必ずやってくれるという思いしかなかったです。そして勝ちを決めた瞬間どんな思いでしたか。やっぱり今日の勝利は、まあ、この7年間苦しんできたコーチや選手やスタッフやの思いがやっと結実したもんで、まあ、僕がどうこうというよりは、まあ、本当にここまで辛抱してチームを作ってきてくれた仲間に感謝したい、それに本当に心がおめでとうと言いたいと思います。後半は両チームともに得点がありませんでした。まずオフェンス面は今日いかがでしたか。まあ、やはり苦しいフィールドポジションでもどうボールを運んでいくかということを、まあ、課題に挙げてきたんですけども、なかなかそれがうまくいかなかった。まあ、それに、まあ、のディフェンスはちゃんと応えて得点を与えずにゲームを終えることができた。まあ、今日はファンの皆さんも応援して支えてくださる皆さんも含めて全員の総力で今日勝つんだっていうふうに選手に言ってましたんで、まあ、いろんな力が選手を後押ししてくれたというふうに思ってます。ランニングバックのリー・タク選手のランが出ましたね。もう本当に素晴らしいプレーしてくれたと思いますけど、まあ、そこを支えたオフェンスライン、タイトエンド、レシーバー、ブロックで身を挺してくれた連中も称えたいと思ってます。今シーズンは新型コロナウイルスの影響で大変な1年だったと思います。ヘッドコーチに復帰して1年目どんなシーズンになりましたか。まあ、ある意味そういう時だからこそできることを積み重ねてきて、コミュニケーションが非常に密になって、まあ、一丸と戦えるチームができたかなというふうに思ってますので、やっぱり選手、スタッフ、コーチ誇りに思います。この後ライスボールがあります。この勝利をどう次のシーズンへもつなげていきますか。ライスボールあるんですね全くそこを考えてなかったので、まあ、ここから、まあ、X リーグのいろんな選手の思いを背負って戦うことになると思いますので、まあ、それを裏切らないゲームをしたいなというふうに思います。おめでとうございます。ありがとうございました。大橋ヘッドコーチでした。
そして続いては今日の MVP 李卓選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後の最後までしびれる一戦でしたが、今どんなお気持ちでしたか？いや、最高です。ずっと目指してきた日本一だったので、達成できて嬉しいです。7年ぶりの勝利ということになりました。この点はいかがですか？はい、シーガルズが日本フットボール界で一番強いんだっていうのを証明したかったので、僕は入って4年目ですが、今年日本一達成できてよかったです。ご自身は今日2タッチダウンです。自分のプレーはどうでしたか？いや、本当にオフェンスライン、レシーバーみんなブロックが最高だったので、信じて走ったら得点につながったという感じです。今日の勝利を今後にどうつなげていきたいですか？そうですね、強いシーガルズをもっともっと今日来てくださった皆さんも見たいと思うので、終わることはないと思います。もっともっと強いシーガルズを今後も見せていきたいと思います。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございました。今日の MVP 李卓選手でした。さあ、続いてはオービックを率いてきたキャプテン志村智樹選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後優勝を決めた瞬間はどんな思いでしたか？もう本当に言葉にならなかったですね。やっぱやってきたことが報われたんだなっていう気持ちになりました。はい、今日チームは一番どんなところが良かったですか？やっぱ自分たちのフットボールをこうやっていこうという話の中で、やっぱ自分たちらしさを出せたっていうのが良かった点かなと思います。そして富士通を5連覇を阻んでの7年ぶりの勝利ですが、この点についてはどうですか？本当ファンの皆さんにはお待たせしましたって感じで、本当に待っていただいてですね、本当に支えられたこの苦しい時期でしたけども、これから僕らの挑戦まだ続くと思うので、今後もシーガルズが勝っていく姿を見ていってほしいなと思います。チームとしてもとても大変なシーズンだったと思います。キャプテンとしては今どんな思いですか？本当にチーム全員、選手以外のスタッフも含めてですけども、みんなに支えられた1年だったなって改めて思います。本当に僕らだけじゃここの目標を達成できなかったので、本当に全ての人に感謝したいという気持ちですね。はい、優勝しましたオービックシーガルズキャプテンの志村智樹選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。7年ぶりの優勝を決めましたオービックシーガルズのインタビューでした。ではこの試合をハイライトで振り返りましょう。まず第1クォーターです。このクォーターバックのロックレイ選手からこの西村アルトへのロングパス、まずこれで有馬さん流れを作りました。はい、でこのゴール前1ヤードのプレーを一発でタッチダウン取りましたね。はい、この辺りでちょっとオービックの選手たちは自信がついたんだと思いますね。なるほど、先制タッチダウンは2でした。一方オービックの今度はディフェンス注目をしていたグラント、この最初のドライブですね、はい、このグラント選手を止めました。最初のシリーズでもタックルできていましたし、これが2回目のシリーズですかね。そうですね、今のはさらに1人でタックルできるシーンが増えましたよね。はい、そして今度は第2クォーター、ロックレイからランニングバックのリエのパス、非常にこのフィジカルが強いですね。はい、これ富士通の方もスピードがあるんですけど、すごい迫力ある攻防ですよ。はい、そしてその後リがまた持ち込んで、はい、今日2つ目のタッチダウンですから、リは今日全てのタッチダウンを奪ったということになります。これで第2クォーター途中まで終了で2タッチダウンということになりました。一方の富士通、こちらはバートソンからこのスーパープレー、松井、これでタッチダウンを返しました。いや、これも見事でした。はい、松井選手はバートソン選手と一番よく練習するコンビだと聞いてます。はい、それが試合で出ましたね。そして第4クォーター、この攻防、これフォースダウンギャンブルでした。はい、これ結局バードソンはファンブルではないんですが、ファースダウン更新できず、レビューの結果ゴール前 1.5 ヤードでレッドをしていました。ファーストダウンの獲得戦に達していないため
ゴール前 1.5 ヤードよりオービックのファーストダウン。これでオービックボールということになりました。ただその後富士通がまたオフェンスを組み立てて残り2秒、このまさに最後のプレー、これでオービックシーガルズが7年ぶり9回目の優勝を決めるというジャパン X ボールの試合をお届けしました。改めて今日解説はシルバースターヘッドコーチの有馬隼人さんです。有馬さん、はい、本当にこのジャパン X ボールにふさわしいそんなゲームでした。最後の最後の残り2秒のプレーもどっちに転んでもおかしくないようなシーンでしたよね、はい、今こうしてスタッツをご覧になっても分かるように差がないんですよね、パスの獲得ヤード、合計獲得ヤード、大きな差がありません。本当に持ってる力を出し合って、ただ得点の入るエリアに入ってくるとこうお互いのディフェンスが踏ん張るという、本当にこうアメリカンフットボールの一番面白い部分が抽出されたような試合でしたね、はい、その中で有馬さん、これ勝負を分けたポイントは何だったんでしょうか。そうですね、まあ強いて言うならば先に突破口糸口を見つけたオービックのオフェンスとジミー・ロックレイクォーターバックですね、それがちょっと出遅れてしまった富士通のオフェンスと、バードソンクォーターバック、そこのちょっとの差が最後の最後まで引きずってしまったような印象は残りますね。これでオービックシーガルズが久しぶりのライスボール出場ということになりました。この前の日曜日には大学日本一を決めた関西学院大学が先にライスボール出場を決めています、はい、ですから1月3日は関西学院大学とオービックシーガルズの一戦ということになります。有馬さん、はい、あと2分ほどということになりましたけども、どうでしょうこの顔合わせ、見どころどんなところになりそうですか。あの関西学院大学は近年の中でも非常に完成度の高い、チームが出来上がってます。特にオフェンスですね、はい、破壊力がありますね、社会人を相手にしても得点力はあると思います、はい、で今回オービックが相手ですけども、これまで数年間ずっと富士通相手に敗れて負け続け、それまでの前の4年間はねオービックに4連敗してるんですね関西学院も、はい、なので久しぶりにこのオービックとライスボールで関西学院が勝負できるっていうのはこうアメリカンフットボールファンとしては本当に楽しみですね。そうですね、まあ、このライスボールも楽しみですが、このジャパン X ボール本当去年今年と好ゲームが続きました。いや本当見応えがあります。そうですね、7年ぶり9回目の優勝、オービックシーガルズの優勝をここまでお伝えしてきました。解説はシルバースターヘッドコーチの有馬隼人さんにお願いしてきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではこの辺りで東京ドームからお別れします。